あんたんちの宅配ボックスに娘入れておいたから預かって。はい、冗談やめてよ。一応インターホン鳴らしたんだよ。でも不在だったからさ。からかうのはやめて、私忙しいの。冗談じゃないから。付き合ってらんない。だいたいどこの世界に我が子をそんなところに入れる親がいるのよ。ここにいますけど。ひなちゃん預かるのはもう無理って言ったよね。暇人が偉そうに断るなよ。うちに嫁に来たんだから。義妹である私の言うことは絶対なの。あなたに嫁いだわけじゃない。早く出してあげてよ。扱ってると思うからさ。まさか本当にやったの？サイズ的にもちょうど良かったからね。ああ、真夏だと生物は腐るかな。嘘だよね。私今からちょっと旅行行かなきゃなんだよね。だから2泊3日くらいよろしく。嘘、宅配ボックスってどこの？だからあんたんちだよ。スカットマンション。まずい。さっきからそう言ってんじゃん。本当にまずい。私今近くにいない。すぐに戻って。無理だよ、もう新幹線に乗ったし。は？じゃあいつ入れたの？1時間前くらい。今何月だと思ってんのよ。8月。クイズしてんじゃないの。警察に連絡しなきゃ。やめてよ、私が怒られるじゃん。そんなこと言ってる場合？子供が勝手に入って閉じ込められちゃうパターンもあるんだって。最悪の時はそういうことにするから話を合わせてくれる？どうかしてる。なんで焦らないの？どれだけ生きるかなんて所詮運でしかないよね。あなたの元に生まれた時点で運のないかわいそうな子だわ。とにかく警察はダメ。あなたが助けてあげて。もうとっくに通報したわ。は？約束が違う。約束なんかしてない。どうすんのよ、私の旅行を邪魔する気？この後に及んでまだ楽しもうと思ったの？旅行くらい友達に言って断りなさいよ。友達じゃないもん。じゃあ誰よ？まさか男の人なの？もし誰かに言ったら命の保証はないと思え。アホらしい。警察がすぐに捕まえに行くわよ。じゃあ電源切る。は？旅行のことも宅配ボックスの件も旦那には内緒ね。警察から連絡が行くに決まってるでしょ。へえ、最悪じゃん。まあいいや、3日後に帰るから、その時また考えようっと。あなた捕まるよ。子供がかくれんぼしただけで捕まるわけないじゃん。そう言い逃れするつもりなのね。あんたも子供欲しいんでしょ。もし生まれたらうちのことをいとこになるんだよ。犯罪者のおばなんてあんたも嫌なんじゃない？嫌よ。でも見過ごすわけにはいかない。あ、そう。そこまで言うなら黙らせるしかないね。何する気？さあね。二度と私に歯向かえないようにはするつもりだけど。勝手にしなさい。私も今から現地に向かうわ。たく、暇人なんだから。家にいろっつうの。私が駆けつけた時には救出され病院に搬送された後でひどい熱中症になっており、予断を許さない状況でした。こんなひどいことができるなんて。点滴につながれたひなちゃんを見て涙が止まりませんでした。私はナナ、32歳で、夫のケントとは結婚5年目。子供には恵まれず専業主婦をしていますが、そのせいか義妹のチサには暇人と言われ、しょっちゅう子供を預けに来られて困っています。3歳のひなちゃんはとてもお利口さんなのですが、少し大人を怖がっているところが気になっていました。病院に駆けつけた旦那さんは号泣していました。自分のせいだと責めて。私は知る限りのことをすべて話し、協力すると伝えました。しかし、ちさは姑息な手段を使い、保身に走ったのです。3日後。スマホの電源入れたら警察からの着信と旦那からの LINE で大変なことになってんだけど。当然でしょ。これじゃ帰れない。行く前から分かってたことでしょ。最悪、あんたのせいよ。そんなことよりひなちゃんのことを心配じゃないの？どうだった？まだ危険な状態よ。そっか。それだけ？ショックで言葉が出ないだけ。そう、一応反省はしてるんだね。結局こうなったのは全部あんたのせいなんだよね。は？
どうしても許せない。何言ってるの？義理の妹が憎たらしいからって可愛い娘をこんな目に遭わせるなんて。いや、マジで何？子供は無関係でしょ？攻撃するなら私にしてよ。何が始まったの？私の大事な娘をあんなところに閉じ込めて。お姉さんひどいわ。え、もしかして私のせいにしようとしてる？子供は預かるから温泉に行っておいでって言ってくれて嬉しかった。信じて預けたのにこんな形で裏切るなんてあんまりだわ。ねえ、いい加減にして。お兄ちゃんはどうしてこんな悪人と結婚しちゃったの？あの、電源切ってたのだって邪魔が入ったら楽しめないだろうからってお姉さんのアドバイスに従っただけなのに。しかも犯人にまでされるなんてあんまりだよ。ちさちゃん、落ち着いて。このことはインスタで告発させてもらいます。ねえってば。3万人のフォロワーが拡散してくれる。お姉さんが一刻も早く逮捕されることを願ってるわ。私を犯罪者に仕立てるの？自分がやったくせによく言うわよ。なんなのよもう。すぐに病院に行ってヒナの様子見てくる。警察にも本当のことを言うわ。お願いだから嘘は言わないで。嘘つきはどっちだよ。3日前の LINE の履歴を見ればあなたがやったことがわかるでしょ。今さら取り繕っても無駄よ。履歴？何のこと？え？そんなものないけど。ちょっと待って。だってほら、あれ？さっきから私のせいにしようとしてるけど、どうかしちゃったんじゃない？履歴が残ってない。消したの？何のこと言ってるかわからないよ。お姉さんこそしっかりして。そういうことか。私をはめようってわけね。しっかりと罪を償ってね。そうすればきっとお兄ちゃんだって許してくれるよ。よくわかった。反省するどころか私に罪をなすりつけるなんて、人間の風上にも置けないやつね。よくわからないけど、刑務所生活頑張ってね。面会行くし差し入れもするから。ありがとう。数時間後。今病院着いたわ。警察には電話して全部事情を話した。お姉さんもうすぐ逮捕されると思う。そう、私も今警察なの。そうなんだ、自首したんだね。偉いよ。捕まるのはあんたよ。まだそんなこと言ってんの？お姉さんが自分家の宅配ボックスに入れたんでしょ？うち宅配ボックスないんだけど。は？だから引っ越した先のマンションには宅配ボックスがないの。いつ引っ越したの？先週だけど。聞いてない。言ってないもん。距離を置きたかったから。どこに引っ越したの？隣の市だけど。じゃあスカットマンションは？もう住んでない。なのにどうやって私が宅配ボックスを利用できるのかな。それは。それから大事なことを忘れてるようだけど、エントランスには防犯カメラついてるからね。え？あなたが無理やり押し込んでるところちゃんと映ってるから。今さら私のせいにしようともがいたところで無駄。くそ、何のために芝居したのよ。それから病院着いたって言ってたけど嘘だよね。嘘じゃないわ。心配で心配でたまらなくて今ひなの手を握ってるもん。ひなちゃんすでに退院してるんだけど。え？おかしいね。誰の手を握ってるんだろう。病人って顔色悪いから他のことを間違えちゃったかな。病院すら行ってないくせに男の家にいるんでしょ。なんでバレてんのよ。旅行でも足りなくてまだ浮気相手といるんだ。よほど好きなんだね。浮気なんかしてないし。じゃあそこは誰の家なのよ。そこってまさか特定したの？旅行から戻って家に車を取りに帰ったんでしょ。普通浮気に家の車なんか使うかな。ほんとアホだね。ナビの履歴は毎回消してるし、うちの車には GPS なんかついてないわよ。ついてるんだよ、それが。は？旦那さんが GPS トラッカーをつけてあるって教えてくれたの。何それ。車の位置情報をリアルタイムで取得できるの。盗難対策として設置したらしいんだけど、まさかこんな風に役立つとは。って苦笑いしてるわ。
そんなもの見当たらないけど。バレるようにつけちゃ防犯の意味ないでしょ。じゃあ旦那と一緒にいるの？あなたのお兄さんも実のご両親も義理のご両親もみんな勢ぞろいよ。なんで？親族会議ってやつ？今後のひなちゃんのこととか。ひなは私の子よ。どの口が言ってんだか。自分の子ならあんなことはしないのよ。ちょっと預けただけでしょ。結果的に助かったんだから別にいいじゃない。違う、本当に危険な状態だったの。今ここで笑ってることは奇跡なんだから。私捕まるの？逮捕されて離婚されて家族からは絶縁されて、あとはなんだっけ、あ、浮気の慰謝料と養育費か。浮気の証拠なんてないはずよ。あるよ。え？うちにしょっちゅう預けてた時点でとっくに旦那さんには相談済みだったの。そりゃ真っ昼間から子供預けてどこ行ってるんだって気になって調べるよね。いつから？ここ3ヶ月くらいらしいよ。仕事が忙しすぎて離婚のことは後回しになっていたんだって。幸い家に置いていくんじゃなくて私に預けてるから安心してたのが悪かったって自分を責めてるわ。そうよ、旦那も悪いのよ。私はそうは思わない。通常男の人は妻を信頼して我が子を任せてるの。まさかこんなひどいことになるなんて誰が想像できる？ああもう説教はいいってば。みんな集まってるなら私の罪が少しでも軽くなるように協力しろって言ってよ。協力する義理なんてないし助ける気持ちもない。どちらかといえばここにいる全員が地獄に落ちろって思ってる。いいの？身内から犯罪者が出ても後ろ指刺されるのはあんたたちなのよ。辛いでしょうね。ニュースにもなるだろうし、マスコミが押しかけてくるかもしれない。だからってあなたをかばう気は1ミリもない。あんたは所詮他人だからそんなことが言えるの。パパやママは耐えられないわよ。心配には及ばないわ。今みんなで受け止めて乗り越えていこうって結論が出たところよ。変なところで団結しやがって。浮気相手の家の住所は警察に知らせておいたから、そろそろお迎えが来るわよ。おとなしく捕まってたまるか。とっくに逃げたわ。逃亡すれば罪は重くなるっていうのに。捕まらなきゃいいだけの話よ。お金はあるの？キャッシュカードはあるもの。家のお金全部下ろすわ。当面逃げるだけの貯金はあるんだから。残高はゼロだけどね。は？あなたの行動くらい読めてるわよ。とっくに旦那さんがお金を移動させてる。共有財産でしょ？犯罪者に共有する財産はないってさ。これじゃ逃げられない。警察から逃げられるなんて本気で思ってるとしたら随分とめでたいね。お姉さん、私すごく反省してる。今までも生意気なことたくさん言ってごめんなさい。急に何？裁判とかになったらいい義妹だったって証言してくれない？あー無理、絶対に嫌。なんでよ。嘘つきたくないの。ひどい。いいところだって少しはあったでしょ？ない。お願いだから助けてよ。刑務所には冷暖房がないらしいよ。扇風機はあるらしいからひなちゃんよりはマシね。こんなに暑いのに冷房がないって正気？命を落とす人もいるそうよ。ありえない。そう、それ以上にありえないことをあなたはしたの。そのことを一生忘れないで。やだやだ、絶対やだ。後日談。ひなちゃんは生きていますが、手口が非常に悪質ということで、ちさは実刑になりました。暑くて寒くて孤独な場所での生活が待っています。面会なんか誰も行きません。手紙も書かないし、家族には一生会えないのです。そんな罪を犯してまで快楽を優先するなんて私には到底理解できません。弁護士経由で離婚が成立し、親権は当然旦那さん。両家のご両親が協力して孫の面倒を見てくれるそうで、もちろん私も協力するつもりです。ひなちゃんはよく笑います。ただ今でも少し暗闇が苦手です。だから電気をつけたまま眠くなるまで本を読んであげます。みんなでひなちゃんを見守って楽しい思い出で上書きしてあげたいと思います。
あのガキ、何が人殺しと結婚おめでとうだ。落ち着いて、あなた。俺とお前の大事な結婚式にふざけて発言しやがって。確か姪っ子だったか。うん、お姉ちゃんの娘で、さくらちゃんっていうの。まだ4歳。今すぐドブに捨ててこい。なんてこと言うのよ。この俺を人殺し扱いしたんだぞ。幸い周りに人は少なかったが。確かに私もお姉ちゃんも驚いたけど、あなたもちょっと怒りすぎじゃない。なんだと。相手はまだ4歳よ。何かの冗談だってことも。だとしてもタチが悪すぎるだろう。あなたが大きな声出すから、さくらちゃん何も喋れなくなっちゃったじゃない。それでいいんだよ。二度と俺に近づけるな。そういうわけにはいかない。あなたにとっても大事な姪っ子なんだから。もう帰らせろ。まだ披露宴の途中なのに何言ってんのよ。それよりあなたはどこへ行っちゃったの。外でタバコ吸ってる。イライラすぎてもう10本目だ。あまり吸いすぎるとタバコ臭くなるからやめて。ったく、こんな気分になるなら結婚式なんてやらなくてもよかったかもな。そんなこと言わないでよ。お前だって式を延期にしようとかなんとか悩んでたよな。そういやあれなんだったんだ。ああ、こっちが聞いてもはぐらかしてたけど。お母さんのことよ。え？3週間前にお母さんが階段から転落して死んじゃったでしょ。だからこんなタイミングで式を挙げるのもどうかと思ったの。ああ、でも招待状は出しちゃったし、お姉ちゃんも私の晴れ舞台を後押ししてくれたから、天国のお父さんとお母さんもきっとあなたの花嫁姿を見たいと思ってるって。ああ、こういう話をするとあなたは神器臭いって嫌がるからしなかったけど。ああ聞いてる？お前が今言った通り、俺は神器臭い話が嫌いなんだ。死んだ親の話なんかもうしないでいい。そんな言い方って。済んだことより未来に目を向けようぜ。ところでマイホームはどうする？え？もう席も入れたし、あとは家だけだろ。それはまだちょっと早いんじゃないかな。もう少しお金が貯まってからでも。俺は平社員だし、お前は専業主婦なんだから金なんかたまらねえって。じゃあどうしてマイホームなんて言ってるの？遺産がたんまり入るだろ。え？お母さんって資産数十億の資産家だったよな。お前と姉で分けても相当な額が入るはずだ。そんなことないし、こんな時にお金の話なんかやめて。何億？ねえ、何億入んの？やめてってば。それより早く戻ってきてよ。あと5本吸ったらな。もう。戻ってきた達也はとてもやにくさく、タバコそのものが歩いてきたのかと思いました。私は真由美、33歳。達也とは1年間の交際を経て先月入籍したのですが、その直後に母親が事故で亡くなってしまいました。当時はひどく落ち込み、未だに受け入れることができずにいます。結婚式も中止にしようかと考えたんですが、姉とよく話し合い予定通り挙げることに決めました。ところがその式場で姪っ子のあんな言葉を聞くことになるなんて。ただ私には少しだけ気になることがあるんです。そこでさくらちゃん本人に話を聞いてみることにしました。すると、その夜。お姉ちゃん、ちょっといい？どうした？今日のさくらちゃんの発言なんだけど。ああ、前にお姉ちゃん、さくらには不思議な力があるとか言ってたよね。それが妙に気になっちゃってさ。そうだね、不思議すぎて私もよく分かってないんだけど、確か少し前にお姉ちゃん家の飼い猫がいなくなった時もさくらちゃんの力で見つけたんだよね。うん、ミケが歩道橋の下で泣いてるなんて言うから見に行ったのよ。そしたら本当にいた。予知能力とはちょっと違うよね。何なんだろう、もう本当不思議としか。あのさ、さくらちゃんって今そこにいる？いるよ。直接話したいんだけど LINE って打てるかな？それはちょっと難しいかも。電話じゃダメなの？達也に聞かれたくないからさ。そっか、じゃあ音声入力に切り替える。さくらに代わるね。うん、お願い。どうしたの？
ごめんね、さくらちゃん。ちょっと聞きたいことがあってさ。うん。どうして私の結婚式で夫のことを人殺しって呼んだのかな。冗談だとしてもそんな言葉は使っちゃダメかなって思うんだけど。冗談なんかじゃないよ。だって死んだバーバがそう呼んでたんだもん。え？なんかすごくそれを伝えたがってたように思えたの。だから私が言った。バーバって1ヶ月前に死んじゃった私のお母さんのことだよね。うん。え、どういうことなの？ねえ、おトイレ行きたいからもうママに代わってもいい？あ、うん、ありがとうね。話聞いてたけど、バーバが言ってたって何を？こっちが聞きたいわ。達也くんが過去に犯罪を犯してたってこと？だとしてもそれをお母さんが知ってたっておかしいよね。うん。それにもしそうだとしたら、私たちの結婚に絶対反対してたはずだし。ってことは、え、ちょっと待って。なんか私今すごい怖いこと考えちゃったんだけど。実は私も、達也くんがお母さんを階段から突き落としたとか？ありえない。でも、何？正直、お母さんの事故はちょっと不自然だと思ってた。あの日は雨や雪が降ってたわけでもないし、通い慣れた道のはずだったから。警察は事故で間違いないだろうって言ってたよね。あの辺は監視カメラもないし、お母さんは人の恨みを買うような人物じゃなかったしね。じゃあやっぱり事故なんじゃ。ただ達也のやつ、やたらと嬉しそうに遺産の話をしてきたの。え？お母さんって地元でも有名な資産家だったじゃない。達也もそれを知ってて、私にいくらくらい入るんだって。でも遺産なんて。うん、でも達也は何も知らないから。じゃあ何？達也くんはあなたに遺産が早く入るようにお母さんを殺したってこと？そんなことって。もちろん私たちの考えすぎだって信じたいわ。ちょっと待って、さくらがまた何か言ってる。え？白いトラック、それから数字の1と6が見えるって。どういう意味？天国のお母さんがそう言ってるとか？それとはまた違うみたい。さくら自身もなんだかよく分かってないみたいだけど。あのさ、お姉ちゃん、私ちょっと自分で調べてみる。え？なんかどうにも気持ち悪いし。それなら警察に言えば。メイがこんなこと言ってますなんて言っても相手にされないでしょ。確かに。でも調べるってどうやって？とりあえずその白いトラックでも探してみようかな。当ては全くないけど。だからまたさくらちゃんが何か話したら教えて。うん、わかった。1週間後。仕事中？昼休憩に入ったとこだけど、どうした？あなたに話があるの。だからなんだよ。あ、マイホームの話？うん、私と離婚してほしいって話。は？人殺しと夫婦でいるなんてまっぴらごめんだから。何言ってんだよ。あのガキの言ったことを真に受けてんのか？どうかしてるぞ。どうかしてるのはあなたの方でしょ、この人殺し。いい加減にしろ。あなたには言ってなかったけど、さくらちゃんって不思議な力があるのよ。はい？死んだバーバがあなたを人殺しと呼んでたって。話についていけねえ。そのさくらちゃんがこんなことも言ってたのよ。白いトラック、数字の1と6が見えるって。だから意味が全然わかんねえんだよ。私もわからなかった。だからお母さんの事故現場付近でなんとなく白いトラックを探してみたの。そしたら見つけた。ナンバープレートが16の白いトラックを。いや、だからそれで運転手に話を聞いたら、いつももやっと公園に車を止めて昼寝をしてるって教えてくれたの。もやっと公園はわかるよね？知らん。とぼけないで。お母さんが転落した階段のある公園よ。そうだったか。その人がいつもトラックを止めてる駐車場、ちょうど階段が見える位置なんだよね。だから事故のことを説明してお願いしたの。ドライブレコーダーの映像を見させてほしいって。え？そしたら事故の日の映像がギリギリ残ってた。一体何が映ってたと思う？知らない。あなたがお母さんを階段から突き落とすところ。
黒い帽子をかぶってたみたいだけど、顔ははっきりと映ってた。嘘だろ。あの映像、今思い出しても恐怖と怒りで吐き気がする。よくもあんなことを。いや、あれは何？まさか今から人を殺した言い訳でも始めるつもり？聞いてくれ、真由美。俺は俺たちの未来のためにやったんだ。は？お前の母親が資産家だということは知ってたけど、老人が使わない金を貯め込んでたってしょうがないだろ。だから俺とお前で有意義に使った方がいいと思って。ふざけたことを。まさかお母さんが資産家だから私に近づいてきたわけ？それは違う。俺たちは共通の知人の紹介で知り合っただろ。出会いは偶然だ。どうだか信じてくれ。仮にそうだったとしても、あなたがお金のためにお母さんを手にかけた事実は変わらない。何が未来のためよ。だって金は必要だろ。俺は子会社の平社員だし、給料だってゴミだ。いくら頑張ったってマイホームなんて買えやしない。なら賃貸でいい。金は使うべき人間が使うべきなんだ。一体いつから計画してたの？それはお前との結婚が決まった時だよ。お前の母親が駅前のフィットネスジムに通ってるのは知ってたから、尾行して調べて。それで階段から突き落としたってわけか。このクズ野郎。でも結果的には良かっただろ。は？下手に後遺症が残るわけでもなく、お母さんは言った。警察も事故として処理してる。だから俺たちは遺産で幸せに生きていけばいいんだよ。ふざけんな、人殺し。え？お母さんの命と引き換えに手に入れたお金でどう幸せになれっていうの？あんたには人の心ってものがないわけ？金は金だろ。どう手に入れたかじゃない、どう使うかが問題なんだ。根っからのクズね。もうあんたとは何も話したくない。さっさと離婚して刑務所にぶち込んでやる。まゆみ、俺はお前と幸せになりたいだけなんだぞ。私は無理。人殺しの妻なんてありえない。そんな。それからあんたに一つだけ教えておいてあげる。お母さんはお金を無駄に貯め込んでなんていなかったから。え？確かにお母さんは莫大な資産があった。でも困った人たちのためにお金を使うのが好きでね。慈善団体や公共施設に多額の寄付をしていたの。そうなのか。だからお母さんが亡くなった時、資産はほとんど残っていなかった。全部寄付に回しちゃったって。はあ？呆れるくらいの人よしよね。年金さえあれば十分な暮らしはできる。常日頃からお母さんはそう言ってたけど。他人のために莫大な資産を使い果たしちまうなんてありえないだろ。じゃあなんだ、俺は金も入らないのに人を殺しちまったってのか？そう。私も悔やんでも悔やみきれない。あんたのようなイカレ野郎を結婚相手に選んでしまったなんて。もう最悪だ。それはこっちのセリフ。さっさと刑務所にぶち込まれろ。頼むよ真由美、それだけはどうか勘弁してくれ。俺はお前と幸せになるためにやっただけなんだ。もう聞き飽きた。それに本当？え？いつか私のことも殺すつもりだったんじゃないの？それはない。俺は心からお前を愛してる。だとしても気持ち悪いわ。私はあんたを一生許さない。そんな。もうドラレコの映像は警察に渡してあるから、そろそろ迎えが来るはず。あ、サイレンの音が。さようならクズ。あんたと出会ったことが私の人生最大の過ちだわ。そんなこと言うな。後日談。達也は殺人罪で逮捕され、懲役15年の実刑判決となりました。当然会社も解雇処分となり、親族連中からも完全に縁を切られてしまったそうです。離婚も成立し、塀の中にいる彼からくだらない手紙が届かないよう引っ越しもしました。あんなゴミクズのことは一刻も早く忘れたいです。私の相談に乗ってくれた姉、そしてあの人殺しから私を引き離してくれたさくらちゃんには本当に感謝しかありません。これからも彼女たちと支え合いながら生きていければと思います。娘さんがうちのスーパーで万引きしたみたいなんだ。え？奥さんの方に連絡したんだけど、電話も LINE も繋がらなくて。ちょっと待ってください。斉藤さんのお店でってことですか？
俺なら大ごとにしなかったんだけどさ、バイトの子が警察呼んじゃってさ。失礼ですが、人違いじゃないでしょうか。うちの風花は妻と実家に帰省してるんですよ。本当か？でも間違いなく風花ちゃんだぞ。まさか。同じ商店街の仲間だし、子供がやったことだからお金さえもらえればそれで納めようと思ってたんだが、こんなことになってすまんな。悪いことをしたのは事実ですし、謝らないでください。でもなんで風花が。俺もどうしてこんなことしたのか聞いてみたんだが、お腹が空いてパンが食べたかったのって言うんだよ。ご飯食べてないってことか。妻がいるならそんなはずはないと思うんですが。今から迎えに来れないかな。警察の方も親御さんから話を聞きたいって。それが僕、今仕事の都合で2週間くらい九州にいるんですよ。そうだったのか。妻はそのタイミングで娘を連れて実家に帰ったはずなんです。確かにリサさんはここ数日見てないな。あの人は毎日買い物に来てくれてたんだが、急遽帰省を取りやめたのかな。連絡がつかないから、うちのバイトが家までリサさんを探しに行ったんだけど、誰もいなかったそうだ。どこにいるんだろう。参ったな。近くに頼める人もいないし。警察には事情を話して、風花ちゃんはうちで預かるよ。妻もいいと言ってるし。いいんですか。警察には周平くんの電話番号を教えておくから、後でかかってくると思うけど。はい、こちらで対応しておきます。まだ5歳なんだ、仕方ない。これで悪いことだって分かっただろうし、風花ちゃんいい子だからもう二度としないと思う。明日朝一で帰ります。僕からもちゃんと話をしますので。怒らないであげてくれ。もう十分反省してると思うから。何から何まで本当にありがとうございます。妻の実家にも聞いてみます。じゃあ明日な。気をつけて帰ってこいよ。はい、よろしくお願いします。数分後。お母さん、ご無沙汰してます。夜分にすみません。あら、周平さん、元気にしてた？風花ちゃん連れてたまには遊びに来てよ。やっぱり風花はそちらに行ってないんですね。どういうこと？リサだけ帰ってるってことないですよね。誰も来てないけど。僕は今仕事で九州なんですが、どうやら風花は東京に一人でいるみたいなんです。え？リサは？僕は実家に帰省すると聞いていましたが、嘘だったみたいですね。あの子ったら、何考えてるの。お腹が空いてたのか、スーパーでパンを万引きしたようで。食べるものすらない状態で置き去りにしたってこと？おそらく。許せない。もう夜ですし、帰る手段もなく、ひとまず今夜は商店街の方に預かってもらっています。すぐに行ける距離じゃなくてごめんなさい。でも頼れるご近所さんがいてよかったわ。周平さんの普段のお付き合いの賜物ね。本当にありがたいことです。最近リサから連絡は？そういえば2週間前くらいかしら、久々に電話があった。何か言ってましたか？私が夫と離婚した時の話を根掘り葉掘り聞かれたの。え？うちの夫が浮気して離婚したのよ。慰謝料はもらったか、いくらだったかとか。なんでそんなこと。あんたたちうまくいってないのって聞いたんだけど、うちは大丈夫、友達の話よって言ってたから信じちゃった。なるほど。とにかくリサと連絡が取れたらすぐに教えてくれる？はい、夜分にすみませんでした。ああ、こちらこそ。うちの娘がご迷惑をおかけして本当にすみません。いえ、お母さんのせいではありませんので。では失礼します。翌日。久々の実家満喫してるわ。地元って落ち着くわね。それはよかった。風花もこっちで友達ができたって喜んでたわ。お母さんも喜んでるだろ。孫に甘くて参っちゃう。大量のおもちゃ買い与えて喧嘩になっちゃった。たまにしか会えないんだ、仕方ないよ。あなた来週には戻るのよね。そうだけど。私しばらくこっちにいてもいいかな。いいけどどうして。母の具合があまり良くないの。それは大変だ。一人で大丈夫って強がってるけど、
本当は不安だと思うのよ。そうだな、そばにいてあげるといい。うん、そうするね。風花とテレビ電話したいんだけど、今時間大丈夫？あー、ごめん、今寝ちゃったの。まだ午前中だぞ。朝から走り回ってるから疲れちゃうのね。そうか、たまには顔見て話したいなと思ってさ。また時間見て電話するよ。わかった、じゃあ実家楽しんで。はい。この嘘つきめ、今はとりあえず泳がせておくだけだ。言いたいことを飲み込んで何も知らない夫を演じるのはなかなか辛いものがありました。俺は周平、32歳の会社員です。結婚6年目で家族が支えでした。優しい妻と可愛い娘のために仕事も頑張れていたのに、そんな日々もついに終わりが見えてきたようです。出張を切り上げ、斉藤さんのところへ娘を迎えに行きました。お土産を渡し、パンの代金を払い、お礼を言って家に戻ると、部屋にはゴミが散乱し、食料を食べ尽くした形跡があり、呆然としました。自分で食べられるものがないか懸命に探し、それでも空腹に耐えられず、いつもママと言ってたスーパーに行ってパンを取ったんだ。その光景を思い浮かべると涙が止まりませんでした。今リサを刺激して下手に逃げられたら困る、とにかく慎重に追い詰めて必ずこのツケを払わせてやる。1週間後、母の体が思ったより悪くて、そばにいてあげようと思うの。そうか。これ以上あなたに負担かけるのは申し訳ないから、離婚しようと思う。好きだから離れるのは辛いけど、私も親が大事だし分かってほしい。通院もあって子育てと介護の両立はきついから、風花はあなたに任せるわ。明日出張から戻る日でしょ。私も風花を連れて一度帰るね。よく喋るな。ちゃんと分かってほしくて詰め込んじゃったかな、ごめん。じゃなくて、よくもまあこんなに嘘をつけるなと思ってさ。どういうこと？5歳の娘ほったらかしてバレないと思ったのか。え？腹が減ってたんだろうな。斉藤さんのとこのスーパーで万引きして逮捕されてるんだが。嘘よ。ああ、嘘だ、5歳だから逮捕なんてされない。でも実際に警察を呼ばれて怖かっただろうな。あれからしばらくは牢屋に入る夢を見るらしくて、夜中に何度も起きてたよ。あなた仕事は？斉藤さんから連絡が来て1週間前に帰ってきた。まさか外に出るなんて。嘘ばかりついて娘を置き去りにして何がしたかったんだ、説明しろ。それは、ちなみに今から一つでも嘘をついてみろ。どんな手を使ってでも地獄に落としてやるからな。なぜこんなことを言うかわかるか？俺は全部把握してるんで。だからお前が嘘を言えばすぐにわかる。嘘なんてつかない。あともう一つ、言い訳と懇願もなしな。私はただお母さんのそばにいてあげたくて、年を取って一人暮らしでどんどん老け込んでいくのを見てられなかったの。ちゃんと忠告したのに。あんたがいつ実家に帰ってきたって？ お母さん？なんで？あんたは普段から LINE や電話で周平さんの悪口を私に吹き込んでたよね。あ、いや。あんな最低な旦那はいない、人間のクズだって。へえ、そんな風に言ってたんだ。でもね、周平さんは出張に行くたびにその土地から必ずお土産を送ってくれるの。そうだったの？普段お会いできない分、せめてもの気持ちのつもりだった。特別なことじゃない。こんな気遣いのできる人が最低かしらってずっと疑ってたわ。でも今回のことではっきりした。最低なのはリサ、あんたの方よ。ごめん。誰が病気だって？誰が老け込んだって？私はピンピンしてるし、老後も楽しんでる。適当なことを言うな。お母さん、私にも言い分があるのよ、聞いてよ。あんたと話してると気分が悪いわ。全部終わってから周平さんから聞く。あれだけ言ったのに堂々と嘘をついたな。これ以上がっかりさせるなよ。分かった、正直に話します。好きな人ができました。
それは何よりだ。おめでとう。嫌味とかやめてよ。その人は風花を捨ててでも一緒になるほど素晴らしい人なのか。久しぶりのときめきで正直浮かれてた。彼が旅行に誘ってくれて舞い上がってしまったのは事実。風花は一日だけ留守番させるつもりだったの。でも旅行が遠泊になって楽しくて離れたくなくて。食べ物もたくさん置いてきたし、数日なら大丈夫だって自分に言い聞かせてた。あっという間に食い尽くしてたんだよ。子供だから調整しながら食べるなんてことできないからな。それで万引きしたんだ。自分でもわからないの。彼と離れるのが辛くて、風花のことなんて頭から抜けてた。次第に食べ物なくなって死んじゃったり、外に飛び出して事故に遭ったりしてくれたらって願うようになったの。すごい発想だな。俺なんて思いもつかないわ。悪かったと思ってる。でも無事だったって聞いてほっとしてる自分もいるのよ。お前の言い分は分かった。要するに私は下半身でしか物事を考えられない低俗な動物ですってことで OK。 何を言われても仕方ないことをした。いいわ、離婚してやる。その男と一緒になればいい。本当？慰謝料なら彼が払ってくれるって言ってくれてるの。養育費のことも心配ないって。頼りがいのある男でよかったじゃないか。それが嘘じゃなければの話だが。え？いや、さっきからお前が言ってることと俺の知ってる情報があまりにも食い違ってるからさ。何が？一緒になれると思っているということは相手は独身ってことだろ。そうよ。めでたい女だな。胴上げしてやりたいくらいだわ。何言ってるの？彼が既婚者だって言いたいならそれこそ間違った情報よ。男の言うことを鵜呑みにしてまんまと騙された。本当にアホだな。何を根拠に言ってるの？探偵に依頼して調べたんだ。そしてそいつには奥さんがいることも分かった。そんなはずない。そもそもお前が知ってる名前も職業も全部嘘だぞ。嘘よ。都合よく遊べれば誰でもよかったんだろ。本名も明かさないのがその証拠だ。木村翔之助じゃないの？お前だいぶ舐められてるな。それ相撲の行事の最高位の名称だぞ。ちょっと自虐臭いとは思ったけど、それか同姓同名じゃないの？やつの本名は調べてある。一文字もかすってない。そんな。これでお前が幸せになりますなんてオチだったら許せなかったけど、木村翔之助で少しは気が晴れたわ。海辺の家に住んで大きな犬を飼ってのんびり暮らそうって言ってくれたの。まあ翔之助もストレス溜まってたんだろうな。あいつの奥さんは近所でも有名なくらい鬼嫁らしいから。だったら離婚して私と一緒になった方がいいんじゃないの？そんな金ないと思うぞ。どういうことよ？あいつひもらしい。はい？奥さんがバリバリ稼いでるから文句言えないみたいだな。どうして旅行なんて行けたのよ。お金だって全部出してくれたのよ。本当にそいつが出したのか？毎回カード切ってた。まさか奥さんの？そんな命知らずなことができるとは思えない。念のためお前のカードが無事か確かめた方がいいんじゃないの？まさか。え？カードがない。さすが、干物やることは一味も二味も違うな。いつの間に抜かれたの？全然気づかなかった。翔之助は奥さんに実家の母の看病をと言ってお前との旅行に行ったらしいが、俺が浮気の証拠のコピーを渡して全部嘘だって教えておいた。どうしてそんなことするの？私に怒りが向いちゃうじゃない。それが目的だからな。お前の番号も LINE も教えておいたから呼び出されると思うぞ。俺も一度会ったけど、恐ろしいという一言では片付けられないお方だ。やだ、怖い。大学までレスリングをやってたらしくて、体格もかなりの迫力だった。さすがに暴力は。ないと思うが、女の修羅場はどうなるかわからない。助けて！奥さんの制裁が終わったら次は俺の番だ。弁護士同席でしっかり金銭面の話し合いをして、こっちの条件を全部飲んでもらう。え？慰謝料、養育費、家計の使い込み、
全部請求するから覚悟してろ。私無職なのよ。それが何？資格も特技もない平凡な女なので？さっきお母さんから LINE で二度と帰ってくるなと言われたから、帰る実家もないの。かわいそうだな。じゃあやめてやるよってなると思ったか。そこをなんとかお願いします。スーパーで万引きしなかったら今頃風花が家の中でどうなってたか。盗みは悪いことだけど、命のために動いた風花を俺は誇りに思う。そしてそんな娘を危険にさらしたお前を一生許すことはない。そんな。だから今後一切泣きついたり頼み事をするな。お前の要求を受け入れることはないと思え。ちょっと浮気しただけじゃない。おいおい、逆ギレかよ。世の中の奥さんたちもおとなしい顔してみんなやってんの。それくらい主婦ってもんは退屈で報われなくて虚しい生き物なので、男は許されて女はどうしてダメなの。知るか、そんなもんは人それぞれだろ。何を正当化しようとしてんだ。これ以上がっかりさせんなよ。もういいわ。お金なんて払わないわ。慰謝料請求なんて無視したもん勝ちよ。金の心配しかしてないけど大丈夫か。他に何があるっていうの。子供を放置した親は捕まるんだよ。なんで。警察の人にじっくり教えてもらえ。俺はお前と話してると頭痛がしてくるんだ。じゃあな。待ってよ、警察って何。後日談。リサは保護責任者遺棄で逮捕され懲役刑となりました。あの直後、翔之助の奥さんが押しかけてきて謎の寝技をかけられ、慰謝料の支払いを約束させられたそうです。当然翔之助夫婦は離婚、無一文で追い出された紐は女性の家を転々としてるとか。俺たちも離婚し親権も手に入れたのですが、こんなもんじゃ許しません。数年後、出所したタイミングで慰謝料や養育費等の裁判を一気に仕掛けてやりました。当然こちらの勝ちで、払わない場合は差し押さえの手続きまで手を抜かずにやります。どうせ稼いだ分が取られると観念したのか、キャバクラで稼いだ10万円を毎月振り込んでいます。娘と二人の生活は大変ですが、出張のない部署に移動して料理も頑張ってます。娘には寂しい思いをさせないよう頑張ります。お前って階段は転がって降りるタイプなのか。違うわよ。それよりなんで落ちた私を無視して出かけるの。急いでるからだよ。お願いだから救急車呼んでくれない。自分ですれば。何度もしてるわよ。でもスマホのマイクが壊れてて全然あっちに声が聞こえないの。はあ。ふふんじゃなくて、代わりに電話してくれない。てかさ、 LINE できるんだから大丈夫じゃね。そこで寝てれば治るだろう。全然足が動かなくて立てないの。それになんだか頭痛もして。そっかそっか、動けないならそこでおとなしくしてろ。飲み会から帰っても痛いなら電話してやる。そんな、お願いだから今すぐ電話して。へえ、やだよ、スマホの充電がもったいない。妻の一大事とスマホの充電どっちが大切なの。今日はスマホの充電だな。だってこれから合コンで使うから。え、飲み会って会社のじゃなかったの。いや、会社の仲間に誘われた合コン。会社の人はあなたが既婚者って知ってるでしょ。それなのに誘われたの。後輩に合コンは絶対誘えって釘刺しといたからな。先輩思いの後輩を持って嬉しいわ。さらに頭が痛くなってきた。はあ、そうか、お大事にな。なんでそんなに人事なの。だって人事じゃん、俺は元気だし。私が階段から落ちる細工したのってまさか陽介。は、ちげえよ。ってことはお姉さんね。私が怖がりなの知ってて。姉ちゃんドッキリ大好きだからな。俺もよくされたわ。後ろからわーっとか言われた。あれはそういうレベルじゃないよ。一歩間違えればあの勇気だよ。でも大丈夫じゃん、ちょっと足ひねったぐらいだろ。ひねったって痛さじゃないの。腰から下が全く動かないのよ。陽介、お願いだから救急車だけでも呼んで。面倒だからパス。飲み会の集合場所着いたから。じゃあな。あ、ちょっと陽介待って、お願いだから。私の名前は清水舞、29歳。夫の陽介とは結婚2年目で子供はいません。
半年前から夫の実家で、夫、私、そして義姉の3人で暮らしています。義両親は旅行好きで1年のうち数日しか帰ってきません。そのこともあって大きな家を義姉一人で保つのは難しいと私たちも同居することになったのです。でも厄介なのは義姉が私を毛嫌いしていること。何かと暴言を言われ、最近では私の私物を勝手に使ったり売ったりするのです。このことを相談しても、実家に帰ってからすっかり王様気取りの夫は一切聞く耳を持ちません。それどころか義姉と一緒にきつく当たってくることもしばしば。それでも私は夫と別れられない理由がありました。そんな最中に起きたこの事件、これが衝撃的な結末を迎えるのです。翌日。お前どこにいるんだ？合コン行ったから拗ねてんのか？野宿なんてやめて早く帰って家事しろ。あなたは大切な家族を失いました。は？何言ってんだ。お兄さん、お久しぶりです。前の弟のユートです。怪我をした姉を無視して出かけた合コンはいかがでしたか？お前階段から落ちておつむでも打ったか？そうですね、確かに姉は階段から落ちた際打ち所が悪かったんです。俺が駆けつけた時にはもう。は？え、何言ってんだ。あれか、ドッキリか？いえ、一応姉は俺が呼んだ救急車で運ばれました。なんだよ、驚かせるな。大切な家族失ったとか縁起でもないこと言うんじゃねえよ。俺は何一つも嘘なんて言ってませんよ。あなたの奥さんは亡くなりました。は？え、待ってくれ、嘘だよな、冗談だよな。姉は優しい人でした。なんであんなひどいことしたんですか？あいつあの世に行ったのか？でも俺は別に悪くないぞ。姉が、あなたの奥さんがこんなことになっても自分が悪くないと言うんですね。人としてどうかと思いますよ。俺を責めるのはお門違いだよ、この貧乏家族が。貧乏家族ってどういうことですか？俺はお前の両親の介護施設の金を出してやってんだよ。え、そうなんですか？姉から何も聞いてなかった。貧乏家族をこの俺様が助けてやってるんだ。なるほど、道理で姉に何度もお兄さんと別れたらと言っても別れなかったわけだ。お前そんなことあいつに言ってたのかよ。そりゃあ姉がいびられてるのに見過ごす弟はいませんから。は？いびってねえよ、お前の勘違いだろ。姉の友人から聞いたんですよ。義姉と夫に暴言を言われたりする、時には手も出されるって。姉のことなので学生の俺には心配かけるから言わなかったんでしょうね。あいつ余計なことを言いやがって。どこが余計なことなんですか？夫である俺の悪口を言うなんて言語道断。余計なこと以外の何者でもない。階段から落ちて人生終わったのは天罰だな。お兄さんがしたことは完全に逮捕案件ですよ。俺は別に逮捕されることなんてしてない。嘘つかないでください、証拠あります。そんなはったり俺に通用するわけないだろ。お前まさかその嘘の証拠で俺から金を巻き上げるつもりだな。いえ、証拠は俺のスマホに転送しました。姉が取り付けた小型カメラから。は？姉は私物がなくなったのが泥棒の仕業だと思って家に数台カメラを仕掛けていたんです。そこに映ってたんですよ、あなたと義姉の里子さんが姉をいびろうって話をしている様子がね。嘘だ、小型カメラで声まで拾えるわけない。今のカメラって優秀で音声も鮮明に撮れるんです。しかも玄関のカメラにも映ってましたよ、あなたたちがいろいろな仕掛けを準備している姿が。え？いや、俺は姉ちゃんに舞を少し驚かそうって言われて。あれがちょっと脅かすってレベルじゃないことがわからないのか？だって姉ちゃんドッキリ好きだよ。俺も今までされてたけど怪我しない程度だったから。あんな仕掛けしといて怪我しないと思うなんて。おつむがどうかしてるのはあなたたちだ。だって面白いかなって。ふざけるな。しかも救急車を呼んでと言った姉を無視して出かけるなんて人間がすることじゃない。だってまさかこんなことになるなんて。だってじゃない、俺はお前を許さない。覚悟しとけ。ごめんなさい、許してください、俺そんなつもりじゃなかったんです。恨めしいや、許さない、私を置き去りにしたお前を許さない、呪ってやる。マイ、ごめんなさい、お願いします、許してください、成仏してください。許さない、
助けてください、謝ります、どうか成仏してください。しないわよ、だいたい私は生きてます。え、はい、だって家族を失ったってお前の弟が。確かに家族を亡くした、それは間違いじゃないわ。そしてあなたは奥さんを亡くした。どういうこと？あなたが家族を亡くすって意味よ、わかる？意味わかんねえよ、はっきりと言え。そのうちわかるわよ。それより私ね、あと少し病院到着が遅かったら危なかったって言われたわ。え？打ったところが少しでもずれてたら大変なことになってたみたいよ。今も頭痛がするわ。しかも足が動かないのは両足とも骨折してたからよ。嘘だろ、足ひねっただけじゃないのか？違うわよ、幸い上手な先生だったから手術もすぐに終わったわ。そうだったのか。でもよかった、お前が死んでたら俺生きていけないよ。でしょうね。ご飯は作れない、洗濯機も炊飯器も電子レンジも使い方を知らない、衣類がどこにしまってあるかも知らない、挙句の果てに自分の服も選べないもんね。それは嫁の仕事だろ。はい、私はあなたのお母さんじゃないわよ。でも嫁ってご飯作ったり洗濯したりするだろ。するわよ。でもなんで私があなたの身の回りの世話全部しなきゃなの？それはなんで34歳にもなって何もできないの？あなただけじゃない、お姉さんもそうよ。全部私に丸投げして気に入らないと暴言吐いて手まで出してくる。それはお前がアホで出来損ないの嫁だからだろ。それなら出来損ないはもう嫁を辞めますね。は？さっきも言ったでしょ、あなたは家族を失いましたって。あなたとは離婚します、さようなら。ちょっと待て、そんなことしたらお前の親の施設代は払わないぞ。困るのはお前たち貧乏家族だ。それは困るだろ。それなら離婚は諦めろ、これからも俺と姉ちゃんに尽くせ。せっかちな人ね。私まだ最後まで言ってないんだけど。え？それは全く問題ないわよ。実家の近くの介護施設に空きが出たの。値段も手頃で私が仕事をすれば賄えるわ。それに弟も大学院卒業して弁護士になったしね。は？弁護士？そうよ、奨学金で大学行って法科大学院に行って念願かなって司法試験合格したの。自慢の弟だわ。マジかよ、弁護士ってことはかなり儲かるだろ。よし、弟も特別に家に置いてやろう。その代わり生活費50万円渡せよ。どこまで根性腐ってんのよ。さっきも言ったけど、あなたとは離婚します。は、俺が離婚届書かなきゃいい話だろ。別にいいですよ、離婚調停するので。そんな金ないくせに強がりおつ。お前は俺に従ってればいいんだよ。大丈夫よ、弟の行く法律事務所に離婚に強い先生がいるから。え、マジで言ってんのか？大マジよ。それとあなたとお姉さんを警察に突き出します。なんで？そりゃあ私を殺そうとしたから。もちろん証拠もあるから言い逃れできないわよ。やめろ、警察なんて言ったら俺本当にやばいよ、会社にもバレるし。自業自得よ、せいぜい悔やんで生きていきなさい、さようなら。待ってくれよ、マイ。ごめんね、本当に悪かった、謝るから許してくれ、すまなかった。後日談。この後弟がすぐに警察へ行き証拠を提出。夫と義士は傷害の容疑で逮捕される結果となったのです。なんと姉はこれが初犯ではなく今までにも傷害事件を起こしていたそう。さらに今回は考えれば最悪の事態になることが安易に想像でき、かなり悪質な行為だということで2人とも塀の中へ行くようです。離婚も弁護士のおかげで成立し、ようやく安堵しました。私は4ヶ月の入院を経て退院することに。まだまだリハビリが必要ですが、後遺症も残らないそうです。今となってはなんでこんなことになるまで夫と義士に尽くしていたんだと思いますが、あの時はまだ夫を少し信じていたのかもしれません。ちなみに塀から出た2人にはたんまりと慰謝料を請求する予定です。ふみ、リサが帰ってくるからブスは出ていけ。お母さん、何なのいきなり。私の美の遺伝子を受け継いだリサが帰ってくるのよ。だからあんたみたいなブサイクな娘はいらないわ。帰ってくるってどういう意味？
離婚して戻ってくるのよ。あれな、あんたはまだ結婚もしてないのに浮気男にさっさと見切りをつけるなんてさすがだわ。妹にまんまと先を越されたわね。離婚したんだ。それ自慢にならないと思うけど。なに、負け惜しみ？結婚もできないあんたには一生縁のない話でしょ。でも仕事は頑張ってるよ。お母さんにも十分に生活費渡してるつもりだけど。そんなの当たり前でしょ。私はね、あんたみたいなブースを今まで育ててやったんだよ。でもろくにお小遣いもくれなかったけど。洋服だってリサには新しい服を次から次へと買ってあげてたけど、私はよそからもらったお風呂ばかりだったし。そんなの当たり前でしょ。あんたに洋服買うなんてもったいないじゃない。リサと違ってあんたなんか何着せても似合わないんだから。私無駄なことはしない主義なのよ。いつもそう言ってたものね。子供の頃からことあるごとにブスブスって言われて、これでも結構傷ついてたんだよ。だって本当のことだからしょうがないじゃない。そんなことでいちいち傷ついてんじゃないわよ。だいたいそんな昔のことをネチネチって。あんたって性格もブスなんだね。そこまで言う？お父さんが亡くなってお母さんも寂しいかと思って私も家にいたんだけど。寂しい？この私が？あんなブ男いなくなってせんせいしたよ。あの人と結婚したのは給料が良かったからよ。お父さんは家族のために一生懸命働いてくれていたのに。当たり前じゃない。あの顔で私のような美人を嫁にもらえたのよ。だいたい金稼ぐ以外何の手柄もない男だったんだから。ひどい言い方。お父さんがかわいそう。かわいそうなわけないでしょ。私が結婚してやらなかったら一生独身決定だったんだから、感謝されてもいいくらい。でもあんたはあの男そっくりで、見てるだけで気分が悪くなる。そんな風に思ってたんだ。リサが嫁に行ってこの3年、あんたみたいなブサイクと2人で暮らしてて、私がどれだけ苦痛を味わったかわかる？全然わからない。そんなことも理解できないのか。顔だけじゃなくおつむも悪いんだね。リサが帰ってくるからあんたは用なしだよ。そのブサイクな顔見てるとイライラするから、一刻も早く出ていけ。わかった。そういうなら出ていくよ。お母さんに話したいこともあったんだけど。あんたの話なんかけほどの興味もないわ。リサは繊細だから離婚して傷ついてるだろうし、あんたのブサイクな顔見たら余計気分が落ちてかわいそうでしょ。そこまで言うことないじゃない。お母さん、リサがなんで離婚するか理由聞いてる？もちろん聞いてるわよ。それでもリサがかわいそうだって思ってるんだ。当たり前でしょ。あの子は私の自慢の娘なのよ。まったく、あんな男に嫁にやるんじゃなかった。結婚するときは喜んでいたじゃない。そりゃ金持ちだったからね。金になる男を見極める力が私と同じであるんだよ。確かにそうだね。あんたのその顔じゃ相手が貧乏人でも結婚なんてできないでしょうけどね。私はお金より愛が大事。お金目当てに結婚なんてしない。できないだけのくせに何偉そうに言ってんの。お母さんがそう思うならそれでいいけど、これからはあんたの顔見なくて済むと思ったら先生するわ。せいぜいブスを満喫して一人寂しく生きていくのね。私はフミ、33歳独身です。大学を出て一部上場企業に就職。会社は外資系で海外出張も多いのですが、仕事が楽しくて頑張った結果昇給、昇進を果たした同年代の女性より多くの給料をもらっています。 LINE の相手は私の母ミサエ、60歳。幼い頃から私をブスだと毛嫌いし、美人の妹ばかりを可愛がっていました。金遣いが荒く、数年前に病気で他界した父の残したお金は母と妹で使い果たしてしまったようです。妹が3年前に結婚し、さすがの母も一人では心細いかと思い一緒に暮らしていました。妹が離婚して帰ってくるようなので、私はお払いバカとなったので、心置きなく私は家を出ていくことにしました。でも母は大きな勘違いをしているようですが。1週間後。ふみ、あんたの引っ越し明日だったわね。うん、と言っても大した荷物はないけど、家電品は全部置いていくし。どうせなら新しいのに買い替えて出ていけば。うちにあるのって結構古いし。家を追い出されるのにそこまでしてあげる必要ないでしょ。なんなのその言い草。それが親に対する言葉なの？親らしいことしてもらった覚えはあまりないけど。最後まで可愛げのない子ね。でもまあそんなことはどうでもいいわ。それより家を出て行っても50万は仕送りはしなさい。え？だってリサは浮気されて
子供まで取り上げられたのよ。傷ついているからしばらく仕事なんてできないでしょうし。リサがそう言ったの？そうよ。あの男ブサイクなくせに浮気するなんて何様のつもりかしら。その上金に物を言わせて子供まで取り上げるなんて、慰謝料うんと踏んだくってやるんだから。そういうことになってるのね。お母さんが働くっていう発想はないの？私が働くなんて無理に決まってるでしょ。私くらい美人だとあんたと違って仕事する必要なんてなかったから。一度も働いたことなんてないもの。そうなんだ。でもこれであなたも親孝行ができるのよ。どういう意味？だってリサはあれだけの美人だから、どこに連れて行っても褒められたのよ。それだけで親孝行してくれたでしょ。それに比べてあんたと来たら父親に似て超がつくブサイクだから、連れて歩いても恥ずかしいだけだった。そんな私に親孝行するのは当たり前じゃない。私はいつも離れて歩かされていたけど、あんたと親子だと思われたくないからよ。親なのにひどい言い方。あんたなんかの親になったのは私の人生最大の失敗よ。お互い様だと思うけど。余計なこと言わなくていいの。でもそんなあんたに親孝行のチャンスが巡ってきたのよ。ブスなあんたができるのはせいぜいお金稼ぐくらいなんだから。別にそんなチャンス欲しくないよ。仕送り50万忘れるんじゃないわよ。私これまでのお母さんの生活費全部出してたんだよ。毎月毎月ありえないくらい浪費されても黙って払ってたのに、家を出て行った後まで私に請求する気？育ててもらった親を養うのは普通のこと。あんたにはそれしか脳がないんだから。その顔でお金稼げなかったらただのゴミじゃない。さすがにゴミはひどくない？そう思われたくなかったらつべこべ言わずにお金払うのね。お父さんと一緒で、あんたの取り柄は給料しかないんだから。もし支払わなかったらあんたが親を捨てたって会社に乗り込むよ。そこまでするの？だってリサが帰ってくるのよ。あの子に不自由な思いさせたくないもの。あんたにとっても可愛い妹でしょ。あんまり可愛いとは思ったことないけど、お母さんと一緒でいつも私をバカにしてたし、子供の頃のことをいつまでも根に持ってんじゃないの。これだからブスは嫌なのよ。ひがみっぽいんだから。今はもう何とも思ってないよ。子供の頃はお母さんがリサばかり可愛がるので寂しかったけど、仕事始めて私も居場所ができたから。ならやっぱり感謝すべきでしょ。あんたを一流大学に通わせてやったんだから、そのおかげで大企業に入れたんじゃない。学費出してくれたのはお父さんだけど。お父さんのお金は全部私のお金なの。だから私が出したのも同じよ。もう話しても無駄だね。分かった。とにかく50万送ればいいのね。そういうこと。最初から素直に聞けばいいのよ。言うこと聞かないと親子の縁切るからね。会社に来られたら困るから払うよ。でも50万で足りるのかな。え？まあいいわ。それじゃあね、お金は送るから会社には連絡しないでね。金さえもらえればしないわよ。1ヶ月後。ふみ、お金のことなんだけど。1週間前に50万仕送りしたわよ。そうなんだけど、リサが勝手に下ろして全部使っちゃったのよ。あの子ったら何に使ったか言わないし。リサからまだ何も聞いてないの？何のこと？あの子の離婚の原因。だからそれは旦那の浮気でしょ。あの男まだ慰謝料払わないのよ。金持ちのくせにケチなんだから。そのお金が入れば楽なのに。そんなの一生入らないと思うよ。なんでよ。リサが優しくて何も言わないから。そんなわけないじゃない。お母さんそっくりでがめついんだから。もらえるものがあったら根こそぎ剥いでくるわよ。ずいぶんひどい言い方するじゃない。でもそれどういうこと？だいたいリサの言葉を鵜呑みにしてるなんてどうかしてるよ。私離婚する前にリサの旦那さんから話全部聞いてるから。一体何の話よ。あのね、浮気したのはリサの方なの。だから親権も取られたのよ。は？リサが慰謝料と養育費を払わなければいけないってこと。月50万じゃ全然足りないでしょうね。嘘でしょ。それじゃあ慰謝料は1円ももらえないの？そんなのもらえるわけないじゃない、払う側なのに。ひどいじゃない。あんたそれが分かってて黙ってたのね。リサが言わないのに私から言うこともないと思って。知ってて50万しかよこさないなんて、それでも娘なの？私には関係ない話なのに50万もあげたんだよ。それこそ感謝されてもいいくらい。冗談じゃないわ。そんなんじゃ全然足りない。これからは毎月100万払え。
お断りします。そんなお金はありません。あんた高給取りじゃない。それくらい払いなさい。足りなければバイトでも何でもしてきっちり払え。なんで私がそこまでしなければいけないのか全然わからない。親子なんだから当然でしょ。もう払えないから親子の縁切っていいよ。え？お母さんそう言ってたよね。払えないなら親子の縁切るって。ふざけるんじゃない。そんなこと言うなら本当にあんたの会社に乗り込むよ。大恥かかせてやる。いいよ好きにして。会社は先月いっぱいで辞めたから。は？辞めた？辞めたって何？だから会社にはもういないってこと。どういうことよ。じゃああんたは今どこにいるの？何してるの？私仕事でしょっちゅう海外行ってたでしょ。その出張先で出会ってお付き合いしていた人がいるの。そんな話聞いてないけど。うん言ってない。お母さんに邪魔されたくなかったから。なんで私が邪魔するのよ。あんたを相手にするような貧乏男興味ないわよ。アラブの石油王は？なんてさすがにそれはないけど、それくらいは資産ある人よ。まさか嘘でしょ。私結婚してこっちで彼の会社を手伝うことにしたの。こっちってどこ？教えない。教えなさい。絶対お断り。結婚すること話そうかなって思ったこともあるけど、お母さんは私の話には興味ないみたいだったから。あんたの話なんてどうせくだらないことだと思ってたもの。だからもう言わないことにした。会社に在籍してたのは先月までなんで。なんなのよそれ。お母さんが会社に乗り込むなんて言うから。え？会社に連絡されたら私が辞めることバレるかもしれないじゃない。だから海外に行くのを早めたの。出発する前に連絡されたら嫌だから。時間稼ぎのために先月だけお金送った。じゃあもしかしてあんたもう日本にいないの？そうだよ。もう二度と帰らない。でも助かったよ。何が？こっそり出て行こうと思ってたけど、さすがに荷物の整理とかしてたらバレるんじゃないかと思って、どうしようかと悩んでたらお母さんの方から出て行けって言ってくれて、おかげで堂々と荷物整理ができた。私を騙すなんてひどい娘ね。騙してないよ。言わなかっただけ。騙したのはリサの方でしょ。自分が浮気してたのに旦那のせいにして。じゃこれからは美人親子二人で末永く仲良く暮らしてください。ちょっと待って。それじゃもうお金送ってこないってこと？当たり前じゃない。もう親子の縁も切ったことだし何の関係もないしね。それは取り消す。あんたがお金送ってこないと私たち生活できない。二人ともいい大人なんだから働こうよ。だからそれは無理だって言ったでしょ。私もう60なのよ。あんたは年老いた母親に働けっていうの？今時の60歳なんてまだまだ若いし、みんな働いてるよ。お母さんは美人で若く見えるから全然いけるよ。無理だってば。お願いだから仕送りして。やっぱり50万でも許してあげるから。許してあげるってどんだけ上からなのよ。ごめんなさい改めます。私にとってフミは大切な娘よ。今更すぎて笑える。本当よ。あなただけが頼りなの。私を見捨てないで。それではお元気で。もう一生お会いすることもないと思いますけど。そんな他人行儀な言い方。親子でしょ。あそうだ、この携帯も今日限りで解約して新しくしますので、もう連絡もつかなくなると思います。それではさようなら。フミ待って。あなたに見放されたら生きていけない。お願い助けて。お願いします。後日談。それから母と妹はしばらくは家にこもっていたそうですが、食べるものがなくなりようやく働き出したとか。何のスキルもない二人はパートの掛け持ちをしてなんとか生活しているようですが、慰謝料と養育費の支払いに追われて極貧生活のようです。実は妹の元旦那さんとは今でも交流があり、こっそり教えてくれました。だって子供は私にとっては可愛い姪っ子。妹に似ない、とても素直ないい子で、時々近況を知らせてもらっています。私は新しい生活にも慣れ、仕事に励みながら夫と一緒に幸せな家庭を築いていきたいと思います。コウタロウ、あんた私を騙していたのね。あんたみたいな貧乏人とは婚約破棄よ。ちょっと待って、ナオコもお父さんも何か勘違いしてるよ。何が勘違いよ。お兄ちゃんが帰ってこなかったら危うく騙されて結婚するとこだったっていうのに。でもお兄ちゃんとコウタロウが高校の同級生だったなんて。
俺も驚いたよ。まさか直子の兄貴が領事だったなんて。悪いことはできないよね。悪いことってなんだよ。俺は何もしてないぞ。だって光太郎を紹介した斉藤くんは光太郎のことを名家の出だって言ってたのよ。別に斉藤は嘘なんて言ってないよ。何それ、じゃあ斉藤くんもグルだったの？グルってなんだよ。二人してグルになって私の家の財産を狙ってたのね。やっぱパパの言う通りね。何バカなこと言ってるんだよ。そんなことあるわけないだろ。だって嘘がバレて逃げ帰ったじゃない。そりゃ誰だって帰るだろ。お父さんにいきなりビールぶっかけられたんだよ。俺は直子との結婚の挨拶に行っただけなのに。お父さんはね、今まで資産目当てに私に近寄ってくるくだらない男たちをたくさん見てきたの。だから人を見る目はあるのよ。俺もそういう輩と一緒にされたってわけか。だってそうでしょ。そんなわけないだろ。だいたい直子のうちが金持ちだなんて俺聞いてなかったし。普段の私を見ていればそんなの言わなくてもわかるでしょ。いや全然わからなかった。私のセレブな匂いがわからないなんて、それこそ貧乏人の証拠よ。何言ってるんだよ。そんなのわかるわけないじゃないか。俺はエスパーじゃないんだ。エスパーじゃなくてただのボンビーだもんね。お兄ちゃん言ってたよ、光太郎って高校の時バイト三昧の貧乏人だったって。何が名家の出よう。名家の人間がバイトなんてするわけないでしょ。実は高校の時に父親がいろいろ借金を背負ってしまって。やっと白状したわね。でもそれはちゃんと親父が清算したよ。まだ嘘つく気ね。でも今さら弁解なんて聞く気ないから。私はね、生まれながらのお金持ちなの。だから貧乏生活なんて無理。俺は直子に貧乏生活を強いる気なんて全くない。それくらいの結婚生活の目処も立てないで結婚しようなんて言わないよ。この後に及んでまだ言い訳するのね。私がその手に乗るとでも思ってるの？だからちゃんと話を聞いてくれよ。無理。私はね、あんたみたいな貧乏人と結婚する気はないから、もう私の前から消えて。名家の出だって言うから、私もそれに一生懸命合わせてやってたのに。とんだ無駄骨だった、この嘘つき最低男。俺は光太郎、30歳、仕事は配送業をしています。昨年中学の同窓会があり、そこで話していた同級生の斉藤が俺に彼女がいないことを知って、友達の直子を紹介してくれました。1年付き合って直子の家に挨拶に行くことに。最初は彼女の父親も機嫌よく俺を迎えてくれていたのですが、彼女の兄の良次が帰ってきて俺を貧乏人だと直子と父に言い始めたのです。それを聞いた彼女の父は飲んでいたビールをいきなり俺にぶっかけました。良次は昔から金持ち自慢がひどくて貧乏人をいつも見下していました。でも俺が名家の出だと知ると、その時は何も言ってこなかったのですが、俺の父が借金を背負って俺がバイトを始めた途端態度が変わりました。学校に行くたびにマウントを取ってくるようになりました。この良次がまさか彼女の兄だとはこの時まで思ってもみませんでした。直子は洋服のセンスもよく、上品で控えめな感じに見えました。話している時もいつもニコニコしていて、いい子だと思ったのに。良次から高校時代の俺の話を聞いた直子は急に表情を変え、別人のような態度を取り始めたのです。でも予想外のことがあって彼女も驚いただけかもしれないなんて思っていたのですが、1週間後。おいお前、倉庫勤めの男に娘をやれるか。よくもうちの娘を騙したな。あ、お父さん。お前にお父さんと呼ばれる筋合いはない。あ、すみません。良次から聞いたぞ。お前ただの倉庫番だそうじゃないか。倉庫？あ、まあいますけど。でもだいたいお前みたいに見るからに貧乏丸出しの男がうちの家と釣り合うはずもないんだ。俺様のような金持ちだと、お前みたいな資産狙いの貧乏人が後から湧いてくるんだよ、このウジ虫野郎が。それはちょっとさすがに言い過ぎだわ。世の中というのは金持ちを中心に回ってるんだ。そのことをよーく思い知れ。でも貴様、俺に逆らう気か？あ、いえ、そういうつもりじゃありません。一体俺にいくら援助させようと思ってたのか知らないが、貧乏人のお前の思惑通りにはならないからな。残念だったな。僕はお父さんの援助なんて全く当てにはしていません。直子さんとは真剣にお付き合いさせていただいてましたので。何が真剣なお付き合いだ。もともと分不相応なくせに真剣に付き合えるわけないだろ。お願いです、僕の話も聞いてください。
俺の耳は貧乏人の話は入ってこないんだ。お前なんかが口を聞ける相手じゃないんだよ。そうですか。そうだよ、やっとわかったか。お前みたいな倉庫勤めの人間に娘をやれるか。資産目当てでないなら1000万用意しろ。それならくれてやるわ。まあ貧乏人には無理な話だがな。わかりました。そこまでおっしゃるならブラックカードで払ってもいいですか。は？お前ふざけてんのか。いえ、至って真剣です。1000万は執事に用意させときますね。執事？何寝ぼけたこと言ってんだ。払えもしないくせに、お前にそんなもんあるわけないだろ。どうあっても信じてもらえないようですね。信じるわけないだろ。そうですか。残念ですが、そこまでおっしゃるなら仕方ありません。直子さんとのことは諦めます。当たり前だ、やっとわかったか。気づくのが遅いんだよ。二度とうちに関わるな。わかりました。1ヶ月後。小太郎くん、ちょっと話があるのだが。誰でしょうか。何を言ってるんだ。私は君の婚約者の父親ではないか。僕には婚約者はいませんが。そんなことないだろう。1ヶ月前に君はうちに挨拶に来たじゃないか。もしかして僕にビールをぶっかけた柏木さんですか。あれはちょっと手が滑ったんだよ。悪かったね。それに柏木さんだなんて他人行儀じゃないか。お父さんでいいよ。確か僕にお父さんと呼ばれる筋合いはないと言われましたよね。そんなことを私が言うわけないじゃないか。娘の大事な婚約者に向かって。はあ、確かその話はなくなったと記憶してますが。いや、もう君も人が悪いな。何の話ですか。実は木村さんに会ったんだよ。木村というのはうちの木村雄二のことですか。ああそうそう。何でも彼の家は代々君のうちの執事をしているそうだね。あ、ええ、まあでも今は私の会社の大事な社員で、私の片腕とも言うべき存在です。子供の時から一緒に育ってますから、兄弟のような存在でもありますが。いや、素晴らしい。さすが名家ともなると違うね。執事が常駐しているなんて。いえ、今はもう執事とかいう時代でもありませんし。なるほどね。それに驚いたよ。君の会社は業界最大手の配送会社だと聞いたが、しかも大成功を収めているとか。さすがは我が家の婿殿だ。何の話をしているんですか。いや、君とはいろいろと縁があると思ってね。うちの会社と新規取引をする会社が君の会社だなんて、これはすごい縁だよ。人と人の縁というのはやはり大事だね。でも残念ながら僕と柏木さんにはそういう縁はなかったようですが。何を言ってるんだ。君はうちの娘の婚約者なのだから、ものすごく深い縁があるじゃないか。その話もすでになくなってますよね。それに木村が取引をお断りに行ったはずですが。こんないい話を断るなんてありえないだろう。うちはそこそこ大きな会社だぞ。取引したい会社はいくらでもあるんだ。でもそれは先代までのお話ですよね。柏木さんは3代目になるそうですが、子供の時から何不自由なく育って、お金なんて勝手に入ってくるとでも思っていたんでしょうね。会社もほとんど人任せで、今じゃ経営はかなり傾いてるそうですね。何の話だ。どこの会社にも延滞や未払いが多くて取引が打ち切られているとか。木村が柏木さんの会社の調査をして分かったそうです。それはでも君のところは大手なんだから、少しぐらい支払いが遅れたってどうってことないじゃないか。うちだってもっと猶予をもらえればまだまだ挽回できるんだから。だいたい木村さんは私と君の関係を知らないようだ。僕と柏木さんの関係と言いますと。義理の親子になる仲じゃないか。だからその話はもう。大丈夫だ、遠慮しなくても娘は君にくれてやる。は？結納金1000万でいい。そしたら娘は君のものだ。どうだ、こんないい条件はないだろう。娘も同意しているぞ。直子も一緒に参加させて確認した方がいいよな。その必要はありません。娘さんもいらないのでそんなお金払いませんよ。遠慮しなくていいよ。やっぱり名家の出身だったんだね。それは今の俺とは関係ない。大学時代に学費を稼ぐために働いた運送の仕事でノウハウを学んで、5年前に起業したのがうまくいったんだ。さすが私の孝太郎。私孝太郎のお嫁さんになってあげるから、結納金の1000万は私にちょうだいね。何言ってるんだ。結納金というのは親がもらうもんだ。
そんなの誰が決めたのよ。私はお金がいるの。パパのせいでもうクレカも使えないし、全然買い物もできないのよ。そうだ、コウタロウはブラックカードを持ってるのよね。パパから聞いてるわよ。それ私にちょうだい。それこそ何言ってるんだ。いいじゃない、どうせ奥さんになるんだから。なるわけないだろ。僕はとっくに君たちに断られたんだから。断ったのはパパよ。私はコウタロウと結婚する気満々よ。とにかく娘はくれてやるから1000万、あ、いや3000万出せ。そしたら娘は好きにしたらいい。煮て食おうが焼いて食おうが自由だ。なんなら君の家のメイドとして一生こき使っても構わん。は？何言ってんのよ、娘を売る気？お前なんか家にいてもただの金食い飯だ。買ってくれる人間がいるだけでもありがたく思え。いやいや、勘弁してくださいよ。そんな何の役にも立たない代物にお金なんて払えませんよ。これでも経営者なんでね。役に立たないって誰のことよ。直子に決まってるだろう。でもうちの会社は将来きっと光太郎くんの助けになる。だから今後ともいいお付き合いをしようじゃないか。無理ですよ。僕みたいな貧乏人はとても二人とは釣り合い取れませんから。そんなこと言わないで。パパのことなんてどうでもいいから、私だけでも助けて。お前は長年育ててやった親に恩を返す気はないのか。それでも娘か。お金のなくなったパパなんて用はないから、私には光太郎がいれば十分よ。僕はいらない。遠慮しなくていいって。そうだ、遠慮はいらない。娘より金だ。ふざけるな。娘はパパの道具じゃないのよ。勝手に売るな。使えん道具など無用の長物だ。いい加減にしてください。その醜い争いは僕のいないところでお二人で勝手にやってください。僕はもうお二人ともに関わる気は全くありませんから。コウタロウ、私を見捨てないでよ。結婚の約束したでしょ。私たちは理想のカップルよ。コウタロウくん、君は私の自慢の息子だ。これからは親子として仲良くやっていこう。お願い、私絶対コウタロウのいい奥さんになるから。パパは見捨ててもいいけど私を見捨てないで。いやいや、この際ナオコとは縁を切ってもいい。私と養子縁組をすればいいんだ。柏木さんにはリョウジ君という立派な息子さんがいらっしゃるじゃないですか。あいつは口だけで何の役にも立たん。仕事もろくにしない。人に命令することしかできん。なんだ、父親そっくりなんですね。私の息子は君だけだよ。君だけが頼りなんだ。君に見捨てられたら私の会社は潰れてしまう。頼む、助けてくれ。お兄ちゃんもパパも会社もどうでもいい。コウタロウは私のものだから。お願い、コウタロウ、私を助けて。お願いよ。いや、娘ではなく私を。コウタロウくん、頼む。それではさようなら、失礼します。コウタロウ。コウタロウくん。後日談。その後間もなく直子の父の会社は倒産しました。直子の兄の領事も父親の会社に入って働いていたようですが、ろくに仕事もしないでお金を使うばかりだったようなので、いずれこうなるのは避けられなかったでしょう。似た者親子だったんですね。先日うちの木村が直子たち親子を見かけたそうですが、親子総出で運送業のバイトをしていたとか。上役らしき人に給料泥棒だとすごい剣幕で怒鳴られていたらしい。まあ俺には関係ないことです。俺はこれからも仕事に邁進していくつもりです。結婚は当分先でいいかななんて思ってます。どうやらタケルが浮気しているみたいなんです。お母さん何か知りませんか？あ、知らないわよ。タケルが浮気するわけないでしょ。人の息子を悪者扱いしないでくれる。いやでも最近帰ってくるのがやたら遅くて、朝帰りとかもあるんですよ。仕事を頑張っているんでしょ。あんたを支えるためにやってくれているんだから文句言うんじゃないよ。私も最初は残業なのかと思っていたんですが、お給料は全く変わらないんです。むしろ生活費は減らされていて。生活費が足りないって言うならあんたも働けばいいだろ。でもタケルには家にいてほしいって言われているので。だからってニート捨てていいっていうの？そんでニートの分際で夫に文句を言うんだ。ずいぶん偉いのね。文句じゃありません。ただ浮気されてたら困ると思って。浮気の証拠でもあるの？さっき話した通り帰りが不自然に遅いのが気になるんです。帰るのが遅いのなんて仕事のストレスで飲み歩いているか。あんたみたいな無神経な嫁がいるから家に帰りたくないだけだろ。私無神経なんですかね。
タケルと結婚して2年が経ちますけど、絶対に様子がおかしいんです。あ、そう。じゃあ浮気されてるんじゃない？お母さん、それとなくタケルに聞いてもらえませんか？私を巻き込むつもり？やめてよ、まったく。それに浮気したとしてもあんたが悪いんじゃないの？え？タケルにふさわしくないってことよ。私もそう思ってたし、あの子が浮気をするのも無理ないわ。容認する気ですか？私が浮気したら地の果てまで追いかけて地獄に落とすって言ってたのに。あんたはしちゃダメに決まってるでしょ。クズでニート嫁の分際で浮気しようだなんて、私だけじゃなくて神様からも天罰が下ると思いな。ニートっていう言い方やめてください。しっかり家のことはやってます。毎日タケルを支えてきたつもりです。つもりじゃダメなのよ。これだからクズなのよ。もしあんたが社会に働きに出たとしても、どうせすぐにクビになるに違いないわね。そんなことないです。結婚する前は一生懸命仕事をしてましたし。どうせ簡単な仕事でしょ。寿退社するときだってみんなでやっと辞めてくれたって思ってたんじゃないの？あ、それともその前に本当はクビになってたりしてね。どうしてそんなひどいことばかり言うんですか？あんたが嫌いだからよ。タケルの浮気を容認できないなら早く出て行きな。離婚だ、離婚。離婚はなるべくしたくないんです、これからのために。これから？離婚したら帰省する場所がなくなるから心配してるの？違います。もうお母さんには相談しません。浮気したとしてもあんたが悪いんだから、変に嗅ぎ回るんじゃないよ。あの子の好きなようにさせてやるように。私の名前は朝日、31歳の専業主婦です。2年前に夫のタケルと結婚し、最初は順調な夫婦生活を送っていました。しかし1年前から姑との同居をスタート。それから夫の様子は変わっていき、私よりも姑を優先。最近では帰りがとても遅く、私とのコミュニケーションはたまにしかありませんでした。お母さんの言う通り、離婚したら楽なのかもと思っていたのですが、私には離婚を選択できない理由があったのです。1ヶ月後、タケルに浮気について聞いてやったよ。今さらなんて言ってました？してないって言ってたわよ。やっぱりあんたの勘違いじゃないの？最近帰りも早くなってきたし。帰りがやたら早くなったのはお母さんが浮気について聞いたから警戒されないようにでしょ。ああ、自分の旦那のこと信じてあげられないわけ？信じるも何も、私浮気の証拠持ってますし。はい？ここ1ヶ月を使って探偵に浮気調査をお願いしたんです。そしたらもうわんさか出ましたよ。ちょ、あんたそんなことしてたの？探偵なんて高いでしょうが。まあまあかかりますね。勝手にお金使って。浮気相手一人じゃなかったです。20代の若い子や30代後半の方、会社の同僚にも手を出しているみたいです。それ本当なの？ええ、全て証拠となる写真があります。ああそう、そりゃあ傑作ね。え？あの子ったら大人になってもモテるのね。中学の時からモテモテで、バレンタインには大量のチョコをもらっていたものだけど。そんなこと言ってる場合ですか？自分の夫がいつまでもモテるってありがたいことだと思うけど、あんたはタケルと結婚できたっていうだけでも幸せなのに、いつまでぐちぐち言ってるのよ。私の立場になって考えてみてくれませんか？自分の夫が複数の女性と毎晩のように浮気してるんですよ。それにもかかわらず言葉では愛してるなんて言うんです。愛されてるんだからいいじゃないの。言葉だけなんですよ。浮気する時点で愛なんてありません。男は浮気する生き物だって知らないの？まだまだ半人前ね。もっと寛容に受け止められるように成長しなくちゃ。無理です。そんな成長したくありません。あっそう、何を言ってもわからない子ね。浮気してるから何なの？離婚したいの？まだタケルには言ってないけど、その方向で考えます。そうね、それがいいわ。結婚して2年経つくせに子供も作れないし、あんたたち相性悪いのよ。そうかもしれませんね。ああ、これで私も先生するわ。孫だけじゃなく金も埋めないニート嫁には価値なんてないの。仕事をクビになるような無能はさっさと出て行って。仕事クビになったことありません。それに私はニートじゃないです。専業主婦なんてニートと一緒。毎日家にいてここ1ヶ月なんて特に自分の部屋にこもってたじゃない。こもりすぎてカビ生えてるんじゃないの？ひどい言い草ですね。
ほら、荷物まとめてさっさと出て行きな。わかりました。妊娠して在宅ワークまでしっかりこなしてますが、出て行きますね。あ、どういうこと？1ヶ月前、働かないニート読みだと散々言われたので、前の会社に連絡して在宅ワークで復職させてもらうことになったんです。だからここ1ヶ月、部屋にこもって一生懸命仕事をしてたんですよ。いや、待って、それよりも妊娠してるってどういうこと？5ヶ月前に妊娠が発覚したんです。タケルもそのこと知ってますが、安定するまでお母さんには内緒にしようという話になってました。なんでもっと早く言ってくれないのよ。言うとめんどくさいと思ったので、体のことも考えて黙っていました。最近お腹が少しずつ膨らんできたの気づきませんでした？部屋にこもってるんだから気づくわけないでしょ。まあそうですよね。性別は男なの？女なの？まだ分かってません。何よ、早くしてちょうだいね。孫ができるの私ずっと楽しみにしてたの。え？女の子だったら名前は幸子にしましょう。男の子だったらそうね、信弘がいいかしら。あの、盛り上がってるところ悪いですけど、あなたの孫にはなりませんよ。あ、どういう意味？私に出て行けっておっしゃったでしょ。出て行く準備は2週間前から始めてますし、今日家を出ますね。待って待って、出て行けって言ったのは冗談よ。あなたが仕事もしないでダラダラしてる女だと思ったからそう言っただけで、妊娠もしてて仕事も頑張っているなら話は別だわ。盛大な手のひら返しですね。家にいなさい。そして嫁として母としてしっかり成長なさい。いや、でも私やっと離婚するって決意できたんです。シングルマザーになることが子供にどんな影響を及ぼすか、それだけを悩んできました。でもあんな父親がいるよりはマシかなって。タケルは立派よ。きっとお手本になる父親になれるわ。だから一緒にいなさい。いや、どんな脳内してるんですか。妊娠してる妻がいながら複数の女性と浮気して帰ってこない旦那ですよ。そんな人必要ありません。確かに浮気したことは悪かったわ。でもあの子にはあの子なりの考えがあるから。どんな考えですか。仕事でストレスが溜まっても自分の妻に当たらないようにするため浮気をしていたんだと思うの。またトンチンカンなこと言いますね。お母さんが浮気の斡旋をしていたくせに。え？クズ嫁に飽きたならいい子を紹介するって言って何人か紹介していたでしょ。いや、いやいや、先ほど探偵さんから二人の会話の録音が届きました。証拠がありますからもう言い逃れできませんよ。ごめんなさい、どうしてもあなたが気に入らなくて。いや、でもあなたがっていうより自分の一人息子を取られるのが嫌だったっていうか。へえ。あなたも子供を産めばこの感情を分かってくるわよ。だからどうか今回のことは許してくれないかしら。一緒に孫のお世話をしたいのよ。あなたみたいな思想の人が世話をするとタケルみたいになっちゃいますもん。嫌ですよ。確かにタケルの教育は失敗したかもしれないわ。でも今回は失敗しないから。そんなこと言われてタケルもかわいそう。かわいそうだと思うなら離婚しないでやってよ。今さっきタケルに LINE しました。離婚しようって。タケルはなんて？返事が来ません。既読もついてません。今日はカフェに読書しに行くって言ってましたけど本当はどうですかね。読書しに行ってるんでしょ。実は今日も探偵さんにお願いしてるんですけど、ホテルに入っていたそうです。ホテルで読書とは優雅ですね。タケル、自分で稼いだお金で雇っていますので心配しないでください。そんなこと心配してないわ。離婚しないでちょうだい、お願い。無理です。浮気の慰謝料も請求させていただきますのでよろしくお願いします。それはタケルに聞いてみないと。確かにそうですね。離婚したら後悔するわよ。しませんよ。お母さんには感謝してます。あなたがいろいろ言ってくれたおかげで離婚する決心がついたんですから。あんなこと言わなければよかった。お母さんが帰ってくるまでに荷物まとめておきますね。では後日談。それから私はすぐ荷物をまとめ離婚届を置いて家を出ました。とりあえず実家に帰ったのですが、そこからはもうタケルからの LINE と電話の嵐。証拠を突き出すと黙って離婚に応じました。慰謝料も150万ほど請求し、今後の養育費についても払うと約束させました。清美さんからも帰ってきてほしいとコールされましたが着信拒否して終わりにしました。シングルマザーになるのは大変なことですが自分で決めたことです。
頑張って育児をしていきたいと思います。そして立派な人に育てます。僕と婚約までしたのに女と結婚するなんて最低。え、部長？そうよ、あなたの上司小林清志。あ、お疲れ様です。僕怒り心頭なんだから。ずいぶん鼻息荒いですね。どうしました？だってだってケンちゃん、あなた今海外に行ってるんだって？ええ、長期休暇願いは承認したけれど、まさか結婚式で行ってるとは想像もしなかったわよ。僕ペンスカペンスカよ。海外挙式なんですよ。プライベートなことなので詳細までは伝えてませんでした。一体どこよ？ハワイ？グアム？サンフランシスコです。シスコですって？バカバカバカ、ゲイの本場メッカじゃないの。え、そうなんですか？しらばっくれちゃって。シスコといえばクリストファー通りよ。昔そこでブイブイ言わせたことがあるの。マジですか？そこですよ、そこ。その通りにあるホテルに宿泊しています。きーますます許せない、泥棒猫の神父め。意味がよくわかんないんですけど、なんか今日の部長はいつも以上に絡みがすごいですね。ケンちゃんの裏切り者。尻滅裂だな。部長今お酒飲んでます？いつも酔うとキャラ変するから慣れてはいるけど、こんなに乱れて俺に LINE なんて困りますよ。これが飲まずにやってられるかっつーの。もう僕キッチンドランカーよ。どうしてくれるのよ。部長落ち着いてくださいよ、今日は飲みすぎです。シスコの素敵な教会で挙式か。本当は僕とケンちゃんが式を挙げるはずだったんだよ。え、自分が着るウェディングドレス下見に行ったんだから。大きなお花モチーフいっぱいのすごくラブリーなドレス。僕ハゲ散らかしているけど、これなら似合う、ドンピシャだって思ったのに。飲めと女装癖があるのは知ってましたけど、ウェディングドレス？しかも俺と式あげる？もしかして今年のハロウィンの出し物も考え始めてるとか？ちょっとどんだけ！あんたどこまで天然なのよ。なんか今日の部長ヒステリックだから戸惑っちゃいますよ。もういつもめっちゃ優しいのに。先月一緒に飲みに行った時、そろそろ結婚したいんですよねって打ち明けてくれたよね。いい加減俺独身生活に疲れちゃって。でしょ、周りはどんどん家庭持っていくし。私もなんだよねって返したらにっこり笑ったじゃない。あれってオッケーってことでしょ？は？だからケンちゃんと僕は相思相愛、結婚に向かってるカップルってことよ。違う、何言ってるんですか？ケンちゃんは僕のフィアンセよ。ちょっと待ってくださいよ部長、先に溺れてとんでもないこと言ってますよ。もしかして部長って、その、おかまよ、ゲイ歴55年、数字が寝入りよ。マジですか？あれだけ一緒に飲みに行っててわからなかったの？わかりませんでしたよ。ケンちゃんだってゲイでしょ。白状しなさいよ。は？右耳にピアスなんかして、それって僕たちの世界ではお仲間アピールなんだからさ。これガクトの真似しただけなんですけど、そんな意味あったんですか？今すぐ外します。しらばっくれるつもり？僕の前では素顔見せてくれていいんだよ。アキナ主演の素顔のままでってドラマみたいに懐かしいわん。部長振る。なんですって？アキナは僕たちオカマのカリスマなのよ。俺ゲーじゃないし。え？のんけなの？当たり前ですよ、部長勘違いしてますよ。そんなはずないわ、僕の目は節穴じゃないのよ。会社の人にも言っちゃったもん、僕たち婚約してるってこと。やめてくださいよ、とんだ誤解です。だってこういうことは今の時代カミングアウトしないと。俺はストレートですって、男との恋愛は無理ですって。ねえ、今回の結婚式は偽装なんでしょ？あなたは世間体があるからわざと女性と結婚した、そうでしょ？そういう仮面夫婦、ハリウッド俳優にも日本の芸能界にも多いのよね。違います、部長の勝手な思い込みです。身内の結婚式なんですよ、僕は参列しただけ。よくそれだけ嘘がつけるわね。もう
あそこの袋の緒が切れたわ。え？あなたが入社した頃から特別に可愛がってきたけれど、恩をあだで返すとはねえ。許さないわ。新婚旅行から帰ってきた時に会社に居場所はないからね。ちょっと部長、清部長、待ってください。部長。俺は鈴木健、広告代理店に勤める35歳の独身サラリーマンです。友達からルックスはキムタクに似てるねって言われます。日焼けした肌にちょい長めのヘア、背が高く細身だけど、趣味のジム通いで筋肉だけはしっかりついてるのが自慢。 LINE の相手は俺の上司小林清さん。めちゃくちゃ仕事ができる有能な人で、周りからの信頼も厚い。会社の業績を伸ばした功績もあり、社長からも一目置かれています。たまたま通っているジムが一緒で、そのジムが会社から近いってこともあり、そこでおしゃべりするようになりました。筋トレが趣味っていうのが共通していて、一緒に汗を流したりサウナに入ったりしているうちに一気に距離が縮まりました。それ以来部長は手取り足取り仕事上で僕を指導してくれるようになり、俺も随分仕事が上達したのです。部長は坊主頭、ひげ、筋肉マッチョという男らしい見かけなんだけど、お酒が入るとフェミニンな言葉遣いになります。仕事の悩みとか素直に打ち明けてくれるので、部長も日頃のストレス半端ないんだなと思って付き合ってきました。部下のことは下の名前で親しみを込めて呼んでくれるし、自分は部長という高いポジションにもかかわらず、アメリカっぽくファーストネームで清って呼んでって気さくで親しみやすいんです。何もかも今までの上司とは違って型破りで面白い人だなって思って、年齢差はあるものの全く気にならず、公私ともに仲良くしてきました。そんな部長が同性愛者とはつゆ知らず、俺は長期休暇を取って身内の海外挙式に参列。俺を恋人だと思い込んでいた部長は、俺が女性と結婚式を挙げたと勘違いして激怒。この後その部長がとんでもないことを起こすのです。2週間後。今日カモメ食品のプレゼンだったけど無断欠席したわね。クライアント怒って帰っちゃったよ。それが今日なんて聞いてないですよ。あら、若いのにもうアルツ始まった。最近仕事のミスばっかりしてあんた使えないわね。昨日の打ち合わせでもそんな話なかったですよね。どうして教えてくれなかったんですか？言ってなかったっけ？新しいケチャップカモメ食品に提案しようって先月僕言ったと思ったけど。教えてくれたら俺準備してましたよ。教えてくれたらじゃないのよ。いつまでも僕に甘えないで。え？休暇2週間も取っといて、その間は僕はない髪振り乱して働いてたのよ。長期休暇は本当にありがとうございました。でも部長、今までと態度が激変ですよ。会議の日程も内容も何も教えてくれない。へん。進行中のキャンペーンも俺抜きで進めて、おかげで仕事が今ひっちゃかめっちゃかですよ。黙らっしゃい。カモメ食品はきっとうちとの取引やめるわ。全部あんたが悪いのよ。社長にもチクっといたわよ。あんまりです。部長、わざと俺の仕事邪魔してます。仕事のミスも全部俺のせいにして、おかげで同僚が口も聞いてくれない。身から出たサビじゃない。私を怒らすとこうなるのよ。こんなに仕事に支障が出たらやってけないですよ。ちゃんと仕事振ってください。じゃあお望み通り仕事あげるわ。そうしてください。歯磨き粉メーカーモンスターのプレゼン、明日8時までに準備しなさいよ。これから徹夜して仕上げなさい。ちょっと待ってください。資料も何もないのに一晩で準備って無理ですよ。本当は僕が完成させてるけど、お前にはこれっぽっちも見せない。自力でやってみろってんだ。困ります。そのプレゼン部長主導のプロジェクトですから。誰が助けてなんかやるもんか。このプレゼンで失敗すればいいんだわ。全部お前のせいにしてやる。そんな。社長がね、君を左遷するかクビにするか迷ってるのよ。このプレゼンが失敗したらケンちゃんはクビよ。え？最近の君の仕事ぶり最悪で、社にとっては大きな痛手なのよ。しかも。何ですか？僕がケンちゃんに裏切られたことを社長に泣きながら訴えたら、そんなクズはいらないって。なんでそんなことを？ケンちゃんが海外挙式に行って以来、僕仕事の精度が落ちちゃっててさ。失恋の痛手っていうの？心配した社長がいろいろ話を聞いてくれたのよ。ですから俺結婚してないですよ。
またそうやって煙に巻く。クビにされたくないから嘘つくわけね。違いますって。あれは身内の結婚式で俺は未婚です。そんな嘘聞き飽きたわ。とにかくプレゼン準備しなさいよ。朝まで仕事してボロボロになるがいいわ。部長、待ってくださいよ。落ち着いて話をしましょうよ。部長。一週間後。やっぱりてめえは結婚詐欺師だ。会社から今すぐ出ていけ。部長。あれだけ自分はのんけだと言っておきながら。見たぞ見たぞ先週末。何か。新宿二丁目で男の子と二人でアイアイがさしてたわ。ああ、突然の雨で仕方なく。実は俺、あの近く三丁目に住んでいるんですよ。一緒にいたのは弟です。嘘おっしゃい。あの後上野公園に行ったじゃない。映画でも見ようと思ったんです。上野公園といえば、有名な発展場なのよ。隠せない。は？発展？何ですかそれ。発展場よ。オカマの恋の発展場よ。そんなのあるんですね。知らねえわ。俺は純粋に映画目的でしたよ。オダマリング。お尻が軽い。飛んだ方毛だ方毛だよ、てめえは。トンネルズですか？それなら俺でも知ってます。出て行きなさい。もう、てめえの席はないのよ。会社の席はもういりませんよ。え？実は俺、アメリカの企業からヘッドハンティングされたんです。は？どうしようかなって返事考えてたんですけど、ここ最近部長から意地悪されるようになって心決まったんですよ。ちょっと待ってよ。来月にはアメリカに渡ります。退職届ですが、部長が出張に出ていたので部長の上司の取締役に提出済みです。ええー、それと部長ずっと俺をつけてたんですね。は？先週末の俺の行動全部知ってる。それ、立派なストーカー行為ですよ。きしょい。俺と婚約してると話をでっち上げて言いふらすとか、仕事で意地悪するとか、ストーカーとか、部長のやることなすこと、異常です。待ってよ。ケンちゃん、そんなに怒らないでよ。ストーカー行為で警察に訴えられたら私、仕事失いますよ。ああ、いやいやいや、それだけはいや。路頭に迷うおかまほど惨めなものはないわ。身から出たサビですよ。それに有能な部下に今辞められちゃ困るのよ。どうしてですか？実は今会社が大事な時期でさ、こんな時に部下に去られちゃったら僕の業績までガタ落ち。ですよね。僕そんなつもりなかったの。ちょっとケンちゃんを困らせてやろうって意地悪こいて後悔してる。もう遅いですよ。ケンちゃんがゲイだと思って勝手に暴走しちゃったの。勘違いも甚だしいですよ。謝るから助けて。お願いよケンちゃん。行かないでケンちゃん。後日談。部長は自分がゲイだということが会社にバレて居心地が悪くなり自主退職。俺は部長から受けたストーカー被害を警察に訴え、弁護士を通じて長い話し合いの結果、示談ということに落ち着きました。ストーカー行為は許せるものではなかったけど、上司としてお世話になったことは事実だし、仕事もいろいろ教えてもらった。もともと気は合うし、もっと早くカミングアウトしてくれれば、いい友達になれたのではという思いが俺の中にあったからです。何でも部長は自分の早合点や勝手な思い込みが過ぎて行き過ぎた行動をしたと猛反省。寺に入って改心し、禊を行いたいと言い出しました。寺での厳しい禊と修行を終えて戻ってきた部長は新しい仕事を見つけ、本来の能力をバリバリ発揮しています。そんな経緯を経て再び LINE し合う仲になった部長と俺ですが、知り合いのゲイの友人を部長に紹介したら今じゃラブラブ。今度は部長も本物の幸せをつかんだようです。俺はアメリカに渡り仕事が大成功。そこで知り合った女性とめでたく結婚しました。自分の挙式には部長カップルを招待することができました。その時俺の嫁さんが投げたブーケを必死の形相でキャッチした部長の姿が今も目に焼き付いています。浮気しました、ごめんなさい。は？何のドッキリ？本当よ。でもこれには深い深い訳があるの。ちょっと待って、
アイナが浮気なんて信じられないよ。妊娠中なのに浮気なんてできないだろ。浮気したのは妊娠前。あなたが仕事から帰ったら直接謝罪します。土下座でも何でもします。どうか許してください。本当なのか？うん。なんで自分からバラしたの？権力に屈しないと決めたの。何の話？実は1年前に旦那をクビにすると脅されて、無理やりあなたの上司に押し倒されたの。上司？誰だよ？佐藤さんって人よ。佐藤部長が？ないない、あの人がそんなことするなんてありえないって。あなたが今も会社員でいられるのは私のおかげなの。君が浮気してくれたおかげってこと？そんなことがあってたまるかよ。私はあなたを守るために抱かれたくもない人に。私だって辛かったのよ。だったらその時に相談してくれよ。相手が上司だろうと自分の妻を売る気なんかないぞ。後悔してるわ。でも怖くて相談できなかったのよ。あなたが無職になれば我が家は困窮するし、あなたの男としてのプライドが傷つく。それは避けたかった。そう思ってくれるのは嬉しいけど、やったことは許されることじゃない。分かってるわ。全部私が悪いのよね。その話が本当なら悪いのは上司だよ。でも正直信じられないんだ。いきなり家を訪ねてきて、ヘリクツ商事の佐藤ですって名乗ったの。営業で近くに寄ったから奥さんに挨拶をって。そんなことするかな。私はそういうものなのかと思った。だから家にあげてお茶を出したの。そしたらいきなり腕をつかまれて押し倒されて。もういい、知りたくない。私だって抵抗したわ。そしたら脅されたのよ。僻地に飛ばすことだって、クビにすることだってできるって。それで私怖くなって。なんで一面も黙ってたのに今さら勇気になったんだよ。苦しかったの。秘密を抱えて生きていくなんて私にはできなかった。限界だったの。脅して無理やりってのが本当なら警察に行ってよかったんだぞ。私もそう思ったわ。でもそのタイミングでまた佐藤が家に来たのよ。一度じゃないのか？何度もやってきたわ。初めて来た日から3ヶ月後、私の妊娠が分かった。まさか俺の子じゃないってことか？排卵日は把握してたから、あなたの子で間違いない。でも妊娠後もあいつはやってきた。嘘だろ。ユウさんが怖かったわ。でも優しくするからといってやめてくれなかった。信じられない。本当にごめんなさい。こんな私嫌だよね。その話が本当なら俺は上司を生かしてはおけない。やめて。せっかく私が首を阻止したのに全てが水の泡になるわ。そんなことのために君が苦しんだとしたら俺は自分を許せないよ。私が間違ってた。ごめんなさい。佐藤部長は今海外に出張中で来週まで戻らない。戻ったら話をしてみる。あなたもしかしたらクビになるかも。クビになるのは部長の方だよ。こんなことが許されるわけないんだ。アキト、ごめん。俺はアキト、32歳の会社員です。妻のアイナとは3年前に結婚、念願の第一子がお腹にいますが、こんなことになってしまいました。この日俺が家に帰るとアイナは玄関で土下座をしていました。大きなお腹が圧迫されるからやめろと言ってもやめようとしませんでした。ごめんなさい。何度もそう言いながら涙を流していました。だんだん佐藤部長への怒りが抑えられなくなり、仕事も手につかない状態に。俺は我慢できず海外にいる部長へ LINE することに。すると部長から意外な返事が返ってきたのです。数日後。出張ご苦労様です。田中お疲れ。時差ボケが治らなくて辛いよ。担当直入に聞きます。何かあったか？僕の妻に手を出しましたか？は？何言ってんだ。言うことを聞かなければ僕をクビにすると脅して妻とそういうことをしましたか？待ってくれよ。さっきから何の話なんだ。本当に意味がわからないんだが。妻がそう言ってるんです。佐藤部長に襲われたと。冗談じゃない。そんな根も葉もないことを言われても困るよ。じゃあ僕の妻が嘘をついてると？それは知らないが俺も嘘はついてない。何よりお前を裏切るようなことをするはずがない。営業で家の近くに来たからと僕の家に寄ったことは。営業中にそんなことするわけがないだろう。だいたい君の奥さんに会ったこともないし、顔も知らないよ。部長、信じていいんですね？なんで俺の名前が出てくるんだよ。勘弁してくれよ。俺を新人の頃から育ててくれて
相談にも乗ってくれた部長のこと疑ってすみません。お前は可愛い部下だぞ。そんな奴の奥さんに手を出したりするもんか。じゃあ妻が嘘をついてるということでしょうか。その可能性が高いが、なぜ俺の名前を出したか謎だな。僕が家でよく名前を出すからかもしれません。なんでいつかバレるようなこんな嘘をつくんだろうか。わかりません。こんなこと言いたくないが、奥さんを調べた方がいい。え？何か秘密があるかも。そうでしょうか。もうすぐ生まれるんだろう。すっきりした気分で父親になりたいだろう。確かに。たく、俺を疑うなんてお前も大したやつだよ。すみませんでした。帰国したらビール一杯おごれよ。了解です。お忙しいところ失礼しました。構わないよ田中、頑張れ。ありがとうございます。数日後、出産予定日が近づいてきたな。初めてのお産で不安だわ。あなた立ち会ってくれるわよね。誰の子かわからないのに立ち会えるかよ。どういう意味？俺のために佐藤部長と寝たと言ったな。そうよ。佐藤部長はしっかりと否定したよ。きっと嘘ついてるのよ。そんな人じゃない。それに君が佐藤部長が来たと言っていた日は出張でいなかった。じゃあ、あの人は誰なの？佐藤部長を語った誰かがお前を襲ったと言いたいのか？そうよ、それしか考えられない。嘘つけよ。あなたのために仕方なかったの。責めるなら上司を責めてよ。俺の上司8人もいないぞ。え？お前には8人の男がいるんだろう。何言ってるの？全部調べたんだよ。そんなことできるわけない。だいたい8人分調査しようなんて思ったらいくらかかるのよ。100万じゃ効かないわよ。そうだな、探偵に頼む余裕は確かにないよ。そうでしょ。調べたなんて適当なこと言わないで。君のスマホを見た。は？1号から8号ってのが浮気相手だな。人に番号をつけるなんてどんな神経してんだよ。なんで勝手に見たのよ。どうやってロックを解除したの？寝てる間に指を借りて指紋認証で突破した。一度寝たら起きないからちょろかったわ。なんてことを。まさかトーク利益を残したまんまだとはね。おかげで助かったけど。あれは違うの。友達と遊んでただけなの。ずいぶん凝った遊びだな。今流行ってるの？聞いたことねえよ。ねえ、もうすぐあなたの子が生まれるのよ。こんなことで言い争ってる場合じゃないと思わない？言い争ってる場合だよ。生まれてくる子は誰の子なんだ？確実にあなたの子よ。間違いない。私にはわかる。8人も男がいて確実なわけないだろ。女にはそういうのわかるの？よっぽど自信があるんだな。だったら DNA 鑑定できるよな。そういうのはやめましょう。母体に影響が。心配するな、血液検査だけでいける。たとえ生まれた後でも赤ちゃんに負担はない。でも疑われるのは気分が悪いわ。私たち夫婦の関係にヒビが入ってもいいの？とっくにヒビだらけだろ、8人と浮気してる時点で。だからそれは違うんだって。1号から順に連絡したよ、お前のふりしてな。そんな履歴残ってないわよ。スクショだけ取って全て削除したに決まってるだろ。そこまでするなんてひどい。みんな今も継続して関係があることを認めたぞ。それは。しかもお前が既婚だと知ってるな。そしてみんなが自分の子だと思ってる。それは。全員から養育費を取ろうとしてたんだよな。そのやりとりも履歴にしっかり残ってたぞ。いや、1人3万として月に24万か。そこら辺のバイトよりいいじゃん。もうあんたのせいで計画が台無しよ。せっかく楽な生活を送らせてあげようと思ったのに。あ？あんたの安月給じゃ生活が苦しいでしょ。私が楽させてあげるつもりだったの。誰が頼んだそんなこと。もう最悪よ。どうせ離婚するんでしょ。私は8人のうち誰かのところに行くわ。それは無理だな。なんでよ。全員にバラしたから。は？お前のやってきたこと、8人と浮気してたこと、子供の父親は不明なこと、全部バラした。なんてこと。住所も会社も聞き出せたし、あとは8人まとめて訴えるか。あ、お前入れて9人だな。冗談やめてよ。私妊婦よ。もうすぐ出産するのよ。どうやって慰謝料なんか払えっていうわけ。知らねえよ。もういいでしょ。十分怒ったよね。私も土下座までしたし、これで終わりにしよう。意味不明。てかさ、
結局なんで自分で浮気をバラすようなことしたの？あのまま黙ってれば俺気づかなかったかもしれないのに。生まれてくる子があなたに行けなかった時になんて言い訳すればいいかわからないと思って。7号にいたって外国人だし。保身かよ。自分を被害者に仕立て上げたわけか。部長を加害者にしやがって最低な女だな。でも絶対にあなたの子よ。生まれてくる可愛い子を一緒に育てよう。俺の子なら俺が育てる。私自信があるのだから検査する。あっそう。じゃあとっととやってくれるかな。結果出るまで実家帰るから。わかった、すぐにやるわ。後日談。結果、俺の子ではありませんでした。浮気相手の8人全員の DNA 鑑定をして父親探しをしたそうですが、どれも違ったそうです。実は9人目がいたことが判明。その人は半年前に他界したそうで、養育費を請求することは叶わなくなりました。弁護士に相談して嫡出否認の手続きをしたので、法的にも僕の子供ではありません。何の援助もなく一人で寂しく子育てをしていくなんて哀れな女です。せめて子供には愛情を注いでほしい、そう願ってやみません。僕は帰国した佐藤部長にやけ酒に付き合ってもらいました。お詫びのはずが愚痴を聞いてもらい、おごるはずがしっかりごちそうになってしまいました。一瞬でも疑ったこと本当に申し訳なく思っています。これから仕事モードに切り替えてバリバリ働きます。石油王と再婚することになったの。悪いけど離婚してくれる？は？信じられる？あの石油王よ。私の再婚祝福してくれるよね？何言ってんの。石油王とリナが知り合いになんてなれるわけないじゃん。今話題のクラブハウス知らないの？音声版 SNS よ。知ってるけど。そこで出会っちゃったのよ。なわけねえだろ。本当なんだって。その石油王は日本語喋れるのかよ。ペラペラよ。英才教育で何カ国語も喋れるらしいのよ。絶対嘘だ、騙されてる。証拠もあるもの。家の写真も見せてもらったわ。恐ろしいほどのお金持ちよ。で？だから離婚して私は私で幸せになるわ。石油王と幸せになれよなんて言うと思ったが。うん。子供はどうするんだよ。リクはまだ5歳だぞ。もうあなたの実家に預けてきた。は？ちゃんと離婚することも報告したし、ご挨拶もしたわよ。私そういう常識はちゃんとあるから。それ以外の常識がないから困ってんだよ。お母さんたらなんか怒鳴ってたけど、私がお金持ちになったらあのババアの顔面を札束でペシペシしてやるんだ。お前さ、目覚ませって。石油王を語った詐欺かなんかだから、写真なんてどっからでも拾ってこれるんだし。だから違うんだって。分かってないな。口座の明細も見せてもらったのよ。もう数えきれない額よ。それも嘘に決まってるだろ。うるさい。私の幸せを邪魔するやつは馬に蹴られて潰されちゃえ。後悔しないんだな。後から泣きついてくるなよ。するわけないでしょ。そうかな。俺には近い未来、お前が泣きつく未来が丸見えだけどな。もし私がそんなことしたらいくらでもお金払うわ。その前に慰謝料払えよ。なんでよ。それって浮気と一緒だろ。まだ彼と会ってないの。今から会う予定なんだから浮気にはならないわよ。会ってもないやつとよく結婚を決意できるな。大抵のことはお金がカバーしてくれる。あなたみたいな中堅サラリーマンと一生を得るなんてごめんだわ。悪かったな、中堅で。じゃあ出ていくわね。今から？そうよ。何のためにリクを預けたのよ。荷物は置いていくから全部処分して、全て新しく買い直して人生一からやり直すの。いいご身分だな。新しい人生の幕開けよ。ワクワクするわね。一つだけ約束してくれ。絶対に戻りたいなんて言うなよ。言うわけないでしょ、バカね。ならいい、あとは好きにしろ。離婚届冷蔵庫の中に入れてあるからちゃんと書いて出しておいてね。なんで冷やす必要があるんだ。貯金全額もらっていくわね。財産分与ってことで。500万全部か。あなたにはマンションがあるでしょ。これだけで勘弁してやるんだから感謝しなさい。石油王と再婚するのにそんなはした金いらないだろ。お金はいくらあっても困らないの。
じゃあね。僕は宗介、32歳のサラリーマンです。妻のリナは一つ年下の31歳で、結婚して6年目に入るところでした。僕の年収は760万程度なのですが、普段からお金への愚痴が止まらず、いつも稼ぎが悪いと文句ばかり。宝くじやギャンブルで増やそうとして家計を赤字にしたりと、とにかくお金に執着する女です。だから石油王と名乗る男が現れれば、騙されても不思議ではありませんが、あまりにも愚かすぎて。俺に妻はいなかった。これからは愛する息子と共に暮らしていこう、そう思っていた僕にニナはさらに追い打ちをかけるのでした。ちょっとお金貸してくんない？石油王の妻になろうとしてる女が金の無心か？違うの、本物のお金持ちだから現金はあんまり自分で持ち歩かないんだって。その石油王は一人なのか？そうよ。普通お付きの人とかいるだろ。絶対騙されてるな。今回はプライベートな旅行なの。だったら現金ないのはおかしいだろ。何もかも怪しいんだよ、気づけよ。今泊まってるホテルどこだと思う？どっかのスイートか何かか？ブッブー、大人のキラキラネオンホテルでーす。彼は庶民の文化を堪能したいんだって。お金持ちならではの発想よね。なんでお金がないんだよ。だからディルハムの両替が日本じゃ難しいらしいのよ。ディルハムってアラブの通貨か？銀行行きゃなんとかなんだろう。それになんでそのまま持ってきたんだよ、カードくらいあんだろ。彼は現金主義なの。お前の浮気には1円も貸さないぞ。もう浮気じゃないわよ、離婚届は出したんでしょ？ああ、昨日出した。彼がリクを引き取ってもいいと言ってる。一緒にドバイに連れて帰ろうと思うの。は？ふざけんな。リクにとってもその方が幸せよ。最高の環境で最高の教育を受けられるのよ。だからそんな話俺は信じないって言ってんだろ。私は彼に会って確信したわ。彼は本物の石油王よ。まず品格が違うもの。リクは絶対に渡さない。そんな得体の知れない男に会わせるわけにはいかない。お金は油田の数だけあるの、心配しないで。油田なんかどうでもいい、リクは俺が育てる。もうお迎えに行っちゃったもんね。なんだって？幼稚園なんか行かなくても平気、後で最高の教育で挽回するから。お前正気か？母親が我が子を迎えに行って何が悪いって言うのよ。絶対に取り返すからな。妻と息子の幸せも願えないのね、本当に小さい男。すぐに連れてこい、そしたら許してやる。ダメ、彼と一緒に育てるの。覚えてろよ。あなたごときが大富豪の財力にかなうわけないでしょ。待ってろ、必ず後悔させてやる。のんきに温泉ですか？石油王さんは温泉を楽しんでおられますか？は？なんで知ってるのよ。リクのカバンのマスコットにGPS 仕込んどいた。いつこうなってもいいようにな。金はないくせに悪知恵だけは働くわね。早くリクを返せ、親権者は俺なんだからな。私の子よ。親権者の同意がなく連れてったよな。あとは警察に判断してもらおう。ふざけたことしないで。だったらすぐにリクを返せ。俺は隣の宿に泊まってる。リクがいれば養育費もらえると思ったのに。石油王の妻が養育費だの耳っちいこと言うんだな。彼は帰国するまで現金がないの。だいたいそいつ本当にアラブ人なのかよ。さっきロビーで見張ってる時に顔見たけど、ただの顔が濃いめの日本人じゃねえか。彼の母親は日本人なの。嘘のオンパレードだな。嘘じゃない、来週には一緒にドバイに帰るんだから。ドバイじゃなくて東北の山奥だろ。は？山本健一、実家は農家、石油どころか温泉も掘り当ててないただの凡人だ。え、どういうこと？以前にも結婚詐欺で何人も騙してて全国指名手配中だよ。そんなバカな。ネットで見てみろよ、すぐ出てくるぞ。嘘、これ彼だわ。だから言っただろ、石油王がそこら辺の主婦と恋に落ちるわけがないんだって。じゃあこいつはただの田舎者ってこと？顔が濃いのをいいことに、今まで何回も石油王を名乗って何人もの女性を騙してる極悪人だよ。騙された、
通りで金がないと思った。お前がアホなのが悪い。普通誰だって気づく。今温泉入ってるの？日本の温泉最高ですねとか言って私に宿代まで出させやがって。悪いけど笑っちゃうわ。無様な結末だな。私もリクと一緒に連れて帰って。はい。同じ人との再婚は100日待たなくていいそうなの。すぐに席を入れ直しましょう。やだよ。リクにもママが必要よ。一度自分を捨てた母親なんていらないさ。持ち出した預金も返すわ。あと15万くらいしかないけど。は？たった数日でそんなに使ったのか？彼が時計を忘れて300万のを買うから立て替えてくれって。あとアラブ人のあの白い衣装じゃ目立ちすぎるからってヴィトンで服買ったり。アホすぎる。絶対戻ってこないぞ。そんな。お前ができることはそいつを警察に突き出すことだ。今通報したからもうすぐ来る。気づかれないようにつなぎ止めておけ。隣散らして問い詰めてやりたい。そんなことして逃げられたらどうするんだよ。てかもうお風呂行って1時間以上経つんだけど。まさか逃げたんじゃないだろうな。嘘。捕まればいいけど無理か。あの野郎、私がと捕まえて時計だけでも取り返してやるんだから。リコを連れて行った件で警察には通報したから。お前も人事じゃないけどな。本当に警察に行ったの？俺がどれだけ心配したと思ってる。私がリクに危害を加えるわけないでしょ。俺の許可なく勝手に連れ出したんだ。お前の責任が大きい。やめてよ。十分ショックなのにこれ以上追い込まないでよ。なんでお前が被害者みたいになってんの？冗談じゃないんだけど。だって石油王と再婚して幸せになるんだろ。二度とよりを戻したいなんて言わないって誓ったよな。そんなこと言ってない。履歴見ろよ。はっきりと残ってる。そうすけ、お願いだから私のこと許して。妻としても母としてもちゃんとやるからさ。俺の両親も絶対に許すなと言ってる。お前の親もな。親には家買ってやるって言っちゃったのよ。お前以外誰も石油王の話なんて信じてねえんだよ。そうなの？お前が勝手に浮かれてはしゃいで自滅しただけ。たく情けない。私ダサすぎるじゃん。一生後悔しろ。いやよ、私も一緒に連れて帰って。俺の車リクしか乗れないんだ。ごめんな。そんな、こんなところに置いていかないで。その後無事にリクを確保、しくしく泣いているニナを置いて俺は車でキロに着きました。駆けつけた警察は道中で顔の濃い日本人を見つけ職質したところ、高級時計とヴィトンの派手な服を着ていたという僕が提供した情報から自称石油王を逮捕したとのこと。これ以上騙される人がいなくてひとまず良かったですね。リナに浮気の慰謝料請求もしっかりさせてもらいました。使い込んだ預金も請求できそうです。俺とリクは仲良くやってます。週末はリクの自転車の練習です。パパ頑張ります。